今から姉さんの子供たち連れてく。ちゃんと面倒見るよ、ゴミ嫁。その前に少しだけ寝てもいい？あ？お姉さんのお子さん3歳の双子で遊び盛りだから体力的にきつくて。まだ28のやつが何言ってる。姉さんは34でしっかり育児してんだぞ。でも私睡眠不足で体が思うように動かないの。俺も味噌汁超えて不眠症気味だけど、早起きして仕事行ってんだ。甘えんな。あなたいつも最低7時間は寝てるじゃない。お前だって毎日3時間も寝てるじゃねえか。もうじゃないと思う。口答えかてめえ。違います、ごめんなさい。ムカついたから睡眠時間はもう1時間削れ。え？その分在宅の仕事もっとやれよ。ちょっと待って、これ以上減らされたら生きていけない。まだ口答えとはいい度胸だな。それが何を意味するか分かってんのか。はい、すみません。謝れなら最初から不愉快なこと言うんじゃねえ。あの、あ、ひなは元気なんだよね。急になんだ。生後間もない娘のことが心配なの。母さんがお前の代わりにしっかり育児してくれる。会いたい。は？母さんの育児が不満なわけ？そうじゃない。すぐ悪いように取らないで。安心しろ。お前が従順な下僕でいる限りは健康に育ててやっから。もちろん従う。でも産後退院してすぐあなたがお母さんの家に連れて行って3ヶ月一度も会えてないのよ。ちょっと顔見るくらいもダメなの？面会は年一だ。たったそれだけ？そんなのあんまりじゃない。今日はやけに歯向かってくるじゃねえか。もっとひなの成長を見守りたいの。姉さんのとこの双子がいるだろ。毎日世話してんだから成長も見れる。私は自分の子の育児がしたい。真由美姉さんの子が可愛くないってのか？違う、そういうことじゃなくて。姉さんは今旦那に浮気されてひどい鬱状態なんだ。俺たち家族が助けてやらないといけないだろうが。それはそうかもしれないけど。それに母さんも言ってたぞ。お前はどんくさいから赤ん坊なんて任せておけないって。あなたと結婚して2年、お母さんとは数えるほどしか会ってないよね。だから。私ドジって言われるような失敗なんてしてないよ。行動じゃねえよ、顔だ。え？とろくて赤ん坊事故であの世に行かせるような顔してんだって。そんなの言いがかりじゃない。姉さんの次は母さんを悪く言うのか？違う、そうじゃない。罰としてベビーシッター代で母さんに仕送りしてる分10万追加な。今でも30万も仕送りしてるのに。睡眠時間を1時間削るんだ。それくらいできるだろ。いくらなんでも無理だよ。あっそ、じゃあひながどうなってもいいわけ？いやだ、やめて。ひなにはひどいことしないで。それはお前の態度次第だって。いい加減に分かれよ、ノータリンが。あなたの子でもあるのよ。私は操るための道具にしてかわいそうだとは思わないの？お前ほんと頭悪いな。え？最初から道具にするために子作りしたに決まってんじゃねえか。嘘。好きでもない女のガキに愛情なんてあるわけねえだろ。何それ、つまり私との結婚も？フリーランスのデザイナーなんて家で働かせながらこき使う道具としてはもってこいじゃん。だからひなが生まれた途端に人が変わったように表現したのね。今の俺が本当の俺、恨むなら優しい演技にまんまと騙された自分を恨め。こんなのひどすぎる。逃げたければ逃げれば。お前の両親は他界してるから行く場所なんてないだろうけど。行く場所があったって。万一にでも逃げたりしたらひなは生ゴミに出す。あの子置いていくわけない。じゃあどうすんの？あなたに従う。仕送り40万円稼ぐわ。よし、当たり前だが家事も双子の育児も欠かすなよ。はい。私は一生夫の操り人形として生きていくことになるのでしょうか。最初こそどうにかこの状況を打開しようとも思いましたが、最愛の娘を盾にされた挙句
会社でのストレスを発散するために怒鳴り散らされる日々、理由もなく土下座を強要され、頭を踏みつけられていると感覚が麻痺してくるのです。娘さえ無事に成長してくれれば自分はどうでもいい。何もかも諦めていた矢先、意外な人物からの連絡をきっかけに、私は反撃の狼煙を上げるのです。5日後、病気だって嘘ついて生まれたばかりの子を3ヶ月も預けるなんてどういうつもり？え？今駅前のカフェにいるでしょ。私はあなたの子を抱いて買い物に出てるっていうのに、のんきにお茶だなんて。違うんです、仕事をサボってくつろいでたわけじゃありません。はい？新しい顧客の方との打ち合わせをしていただけで、水しか飲んでないですから。え？睡眠時間も2時間を厳守しています。きちんと40万円稼いで渡するので、どうかひなにひどいことはしないでください。ちょっと待って。はい、すみません。さっきから何を言ってるの？40万円って何？誠からまだお聞きになってないんですか？毎月の仕送りを増やす予定です。増やすも何も1円だってもらってないわよ。え？それに睡眠時間が2時間って何？ずっと働いてるってこと？ずっとではないです。日中はお姉さんのお子さんをお世話してるので。え？まゆみは子供の面倒も見ず何やってるのよ。あの、本当にお母さんですか？当たり前じゃない、なんでそんなこと聞くの？うつのお姉さんを助けるために子供たちを私に預けるって案を出したのはお母さんだと誠が言ってたんですが。何その話。あの子毎日のように双子の育児が大変って元気そうに電話してくるのよ。すみません、混乱してきました。それはこっちだって同じよ。状況を整理してもいいでしょうか？そうしましょう。その前に一つ確認したいんですが、ひなはそちらにいるんでしょうか？もちろん。写真送るわね。ひな！3ヶ月前に誠が連れてきてね、あなたが病気で育児できないからどうしてもって頼むって土下座されたのよ。私は健康です。ひなは産後退院してすぐに誠に無理やり奪われたんです。本当なの？奪い返そうとしましたが、お腹を蹴られて動けなくなってしまって。産後の女性になんてことを。悶絶している間に連れて行かれました。まともな人のやることじゃないわ。なぜ誠はそんなことをしたのかしら。私という金づるが欲しかったみたいです。え？今日までずっとひなを亡き者にされたくなければ奴隷になれと脅されていました。嘘。私と結婚したのも子供を作ったのも全部都合のいい金づるを得るためだったそうです。なんですぐうちに確認に来なかったの？誠からお母さんもグルだと聞かされていて、玄関に姿が見えただけでひなの命はないと言われていました。なんてこと言うのよ、縁起でもないわ。電話や LINE も同じ理由で許可されてなかったんです。それで2時間睡眠で双子の育児と仕事を強要されていたの？はい。さっき真由美が打つって言ってたわよね。それは？誠から聞きました。お姉さんは今育児をできる状態じゃないので代わりにするようにと言われたんです。さっきも言ったけど、あの子すっごく元気なのよ。二人でグルになって私をこき使っていたんですね。昔から男女の兄弟の割に仲がいいと思ってたけど、二人でひどいことをしてるなんて親として情けないわ。あの、お母さん。何？どうして私の言葉を信じてくれるんでしょうか？どういうこと？普通なら嫁よりも実の息子の言うことを信じるもんなんじゃないかなって。女の勘かしらね。初めて会った時からあなたが嘘をつかない人だってことは分かってるわ。ありがとうございます。ところで今日も双子ちゃんがいるの？いえ、どうしても外せない打ち合わせがあったので夫に土下座して一時保育に預けるお金5万円を渡して断りました。我が息子ながら常軌を逸してるわ。
信じられない。でも何もかも嘘だったなら、今日の5万円と毎月渡していた30万円は一体何に使ったんでしょう。真由美と2人で散財してるに違いないわ。あの子たち昔から別れた夫にそっくりで、ブランドが大好きだったの。そうなんですか。気づかないうちにマイホーム資金1000万円を使われてて離婚したの。そんなに。お父さんみたいにだけはならないようにって2人には言い聞かせてたのに。夫もお姉さんも小さい頃はいい子だったんですか。はあ、そうでもないわ。よく2人で徒党を組んでいたずらをしてた。仲がいい兄弟なんですね。ええ、だから悪知恵も2倍でね。もっと厳しく叱っておけばよかった。子供相手には厳しさにも限界がありますし、仕方ないですよ。今までのあなたへの仕打ちは私が親の責任として償うわ。ひなちゃんもすぐ連れていくし、誠は引きずって帰る。待ってください。え、私今の今まで何もかも諦めてたんです。いつひなの命が危険になるかもわからないし、誰も味方はいない。このまま一生奴隷生活をするしかないんだって。さよさん。でもお母さんが味方で、ひなが無事だと分かった途端にめちゃくちゃ元気が出てきました。それは良かったけど、私は謝っても謝りきれないわ。本当にごめんなさいね。お母さんは悪くありません。ちゃんとひなのお世話をしてくれていますし。かわいい孫だもの、当たり前よ。それで申し訳ないんですが、もう少しひなのことお願いできますか。え、なんだかちょっと腑に落ちないんです。どういうこと。毎月30万円渡しているにしては、夫の身なりは今までと変わりないんですよ。お金を渡し始めてどれくらい。3ヶ月です。90万か。例えばオーダーメイドの何かを買ってて納品待ちとかじゃないの。彼は目立ちたがりです。まずはすぐに身につけられる財布や時計にすると思いませんか。そう言われると確かに、待たされるものよりもその場で手に入るものに食いつきそうね。でもそうじゃないってことは、何か他にお金を使っている気がします。もしかして浮気とか。わかりませんが、ちょっと調べてみたくて。それでひなちゃんを私に。はい。幸い夫たちは日中ほとんど家にいません。だからこれから毎日私がお母さんのお宅に会いに行っていいですか。もちろんよ、あなたの子だもの。でも娘の双子ちゃんは。報酬が高い案件が連続で入って打ち合わせが続くから、毎日10万円渡して外出させてほしいって言えばノーとは言わないはずです。バレない。夫は私が完璧な奴隷になっていると思ってて、 GPS すらつけてないので大丈夫だと思います。わかったわ。それじゃあまたご連絡します。私にできることがあったら何でも言ってちょうだいね。1ヶ月後。さよさんが倒れてるわよ、早く病院に来て。何の冗談だ。あ、これさよさんの LINE だったわね。私よ。いや誰。あんたの母親。え、さよさん玄関で倒れてて救急車で運ばれたらしいんだけど、あんたに連絡つかないからって私に電話があったの。なんでさよのスマホで俺に。焦って自分のやつ持ってくるの忘れちゃった。怪しい。小6でおねしょした時、隠蔽するために庭でパンツを燃やしてぼや騒ぎを起こしたわよね。それ母さんしか知らないやつ。分かったら早く病院に来なさい。さよさんが大変なんだから。あいつの病状は。かなり危険らしいわ。倒れた拍子に頭を強く打ったみたいで。よし、延命治療はなしにしてくれ。はい。あいつには高い保険に入らせてるから、事故や病気でくたばったら5000万くらい金が入るんだ。何言ってるの。母さんだって一銭も払わずにひなの育児を任されて大変だって言ってただろ。それとこれと何の関係があるのよ。あいつがくたばって保険金が入れば母さんにも100万渡す。そしたら育児も楽になるじゃん。ツッコミどころが多すぎるというか、救いようがないというか、我が息子ながら呆れるわ。俺は家族のために最善を尽くそうとしてるだけだ。
奥さんを葬ろうとすることのどこが。冷静に考えてみてくれ。さよが寝たきりになって介護必須になったらどうする。は？すごく大変だろ。サクッとくたばった方が楽じゃないか。もういいわ。今のやりとりで心は決まりました。あとはさよさんにお任せする。は？元気100倍さよパンマン。なんちゃって。は？私はひなを置いてあの世に行ったりしません。お前さよか。娘を奪われ2時間睡眠しか許されず、双子の世話を押し付けられた上に夜通し働かされて、毎月40万円の仕送りを強要されていた本人だよ。それ知ってるってことはマジで本人じゃねえか。改めて文字にしてみるとすごいわね。私よく生きてたな。一体どうなってんだ。まだわからない。今お母さんと一緒にいるの。あんたの嘘は全部バレてるから。お前俺に許可なく実家に行ったのか。お母さんから LINE があったの。さよは病気でスマホの電源は切ってるから連絡するなって言ってたのに。なんで。私が仕事の打ち合わせで外出してるところをたまたま見かけて LINE してくれたの。嘘だろ。おかげで何もかも嘘だってことが分かった。一体いつ。1ヶ月前。そんなに前から。この1ヶ月は毎日お母さんの家でたっぷり睡眠をとりながらひなのお世話をしてた。じゃあ毎日仕事の打ち合わせに行くって言ってたのは。真っ赤な嘘。10万払ったらご機嫌で外出許可してくれるからちょろかったわ。このクソ甘。黙れゴミクズ野郎。今からコテンパンにしてやるからな。物理的にってことか。暴力は犯罪だぞ。私に土下座させて頭踏んづけてたやつが何言ってんの。あれはしつけだ。それに証拠がない。ほんと頭悪いよね。あ？なんで真実が分かってから1ヶ月もあんたを放置してたと思う。ああ、証拠？暴言暴力全部録画してるから。嘘だよな。晩酌の余興だとか言って下着姿で踊らされてるとこや、気に入らなかったら冷水をかけて掃除をさせて頭を蹴る姿、他にも口にできないようなこと全部撮ってある。ふざけんな。そのデータよこせ。いいよ、すでに暴行で被害届出してるし。は？ってことであんた逮捕ね。はあ。あと産後から今まで私から奪ったお金に関しては全部記録してあるし、民事で請求する。総額150万円よ。ちょっと待て。精神的な苦痛の慰謝料も200万請求すれば。待てってば。待たねえよ。黙って聞いてろてっぺんハゲ。俺ハゲてんので当たり前だけど離婚。ごねるなら裁判ね。あ、鏡見たら頭がちょっと薄くなってた。ひなの養育費1000万円もしっかり請求するわ。え、離婚？頭の確認なんてしてるからワンテンポ遅れるんでしょ、ハゲ。しっかりしなさいよ、ハゲ。ゴビやめろ。最後に浮気の慰謝料300万円。は？してねえし。相手のお姉さんにも請求するからね。え？これも1ヶ月の間に調べてるの。言い逃れは無理よ。いや、違う。俺たちはただ仲がいい姉と弟ってだけだ。いくら仲良しでも2人のマイホームは買わないでしょ。なんでそれを。更新所って優秀なのよ。私の妊娠中に建売り住宅を買って産後から渡してたお金をその返済に使ってたってことまできっちり調べてくれた。わかった、家を買ったのは認める。でもそれはうつの姉さんを旦那から逃がすためだった。ここまで来てまだ義士うつ設定が有効だとでも。それは本当だ。お母さんやお姉さんのご近所さんの証言でうつは狂言だって判明してます。じゃああれだ、病みそうなほど精神的に落ち込んでたから。じゃあとか言ってる時点で今設定追加しましたってバレバレなんだけど。嘘じゃないって。俺は姉さんを慰めてただけなんだよ。ふーん、あんたって病んでる人を慰めるために庭で大相撲冬場所千秋楽するんだ。あ、相撲は隠語だからね。生まれたままの姿で楽しんでたって言えばわかる。
待て、なんでそれ。夜中だし誰も見てないと思った。更新所は24時間年中無休だよ。嘘。まだ言い逃れする。仕方ないだろ。は、俺たちは小さい頃からずっと相思相愛だったんだ。愛し合う男女が一緒に住んで何が悪い。法律で禁止されてるから悪いんだけど。俺たちに法律なんて関係ない。愛が全てだ。そんなこと言うならなんで私と結婚したの。二人で隠れてよろしくやっとけばよかったじゃない。姉さんが金づる欲しさに今の旦那と結婚した。はい、最低。安全日ミスって子供ができたんだ。最低その2、リーチ。だから二人の時間を作るために俺が結婚して世話をさせようって話になってお前と結婚した。最低ビンゴ、慰謝料200万円加算。なんでだよ。あまりにも自分勝手で許せないから取れるかわからないけど上乗せして請求するわ。合計でいくらになるんだ。1750万円。そんな金ねえよ。ないなら稼げ。家買ったばっかだぞ。ローンだってお前に払わせる気で月々の支払い額をかなり高くしてるんだから。知ったこっちゃないし。姉さんの旦那は月に3万しか小遣いくれないらしいし、とても支払えない。何小遣いもらおうとしてんの。むしろ支払う側でしょ。は？お姉さんの旦那さんも離婚するって言ってるよ。浮気の慰謝料はもちろん双子ちゃんの親権取って養育費も請求するって。嘘だろ。むしろこんなことになって再構築する方が嘘だろって感じなんだけど。いやでもあの旦那姉さんに続婚だったし。だとしてもどっかの庭で弟と楽しみながらオーマイガーとか言ってる女は願い下げでしょ。姉さんはそこがいいんだ。うわキモ、はあ、ゲロ吐きそうだからもうやめるわ。じゃあね。おい勝手に終わるな。ああ一つ言い忘れてた。なんだよ。お母さんがなんで最初にあんな芝居したと思う？それってお前が倒れてるとかなんとかの？そう。さあ。それで少しでも私を心配する素振りがあれば私からの制裁だけで終わるつもりだったんですって。どういう意味？父親にあんたとお姉さんのマイホームの場所教えたそうよ。それって母さんにひどいことして離婚したあいつのことか？そう。今までも何度かあんたとお姉さんに接触しようとしてたけど全部お母さんが防波堤になっていたんですって。全然知らなかった。でももう親子の縁を切るし関係ないと思って教えたらしいわ。それが何なんだよ。金の無心と老後の世話しろってずっとしつこくつきまとってくるらしいから頑張ってね。なんだそんなことか。警察呼んで終わりだよ。身内のことだから警察もなかなか動いてくれないと思うけど、まあ頑張って。大げさだな。追い返せばいいんだろ。まあそうかもね。それより今は金だ。なあ俺たち一度は夫婦になった仲なんだし減額してくれよ。バイバーイ。全然聞く気ねえじゃん。ああちくしょう。後日談。その後誠は暴行罪で逮捕、罰金刑となりました。また支払いが増えましたね。私は弁護士を通して即離婚。請求した浮気の慰謝料、暴力の慰謝料、娘の養育費などの請求はなんと満額認められました。真由美の方も旦那さんからかなりの額を請求されたそう。揃って金欠となった二人は買ったばかりのマイホームを即売却、オンボラアパートに引っ越したそう。そして一番厄介なのが二人のジップ。金の無心を断って以降ずっと玄関の近くに立っているそうです。騒動などは起こさず、ただ近くに立って二人の部屋をじーっと見ているだけ。たまに横を通り過ぎると金の無心、不審者だと通報しても実の父親だとわかると親子喧嘩もほどほどにと言われておしまい。接近禁止を求める裁判を起こそうにもお金がなく罪状態。四六時中誰かの視線を感じるって結構きついでしょ。元技師は本当に闇かけてるとか、まあ自業自得ですけどね。私の方は育児に奮闘しつつ充実した生活を送っています。このクズ嫁が
息子を騙して結婚したバツ2のゴミ女はさっさと離婚しろ。およよ、子供だけじゃなく元旦那さんのばあさんまでついてきてるって言うじゃない。さっさと施設にでも入れなさいよ。ざわ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 ついてるのはこっち。息子は初婚なのよ。なのにあんたみたいな馬の骨なんか拾ってきて、私は涙が止まらないわ。私も泣いていいですか。おろろおろろ、どぼちてどぼちて、ふぅ。たったこれだけで泣くなんて根性なしね。違うんです、嬉しいんですよ。は？略奪、浮気、モンペ、さまざまな敵と戦ってきましたが、底意地の悪い姑は初めてなんです。来たよ来たよ、ついに来たよ、スペシャルだ、ヤッホーイ。な、何言ってるの。いつもみたいにできるかな。一応年上だし、あんまり煽りすぎても良くないよな。いやでも敵認定されてるし、こっちも強めに出ていいよね。みんなどう思う。え、とりあえず切れとけって。オッケー、しゃー、行くぞ。ねえ、本当に何なの。こんなのと結婚するなんて息子もどうかしてるわ。おいおいおい、おしゅうとめさんよ、息子が選んだ結婚相手にケチつけてんじゃねえよ。こっちだってね、理想の嫁像ってのがあんのよ。若くて初婚でおしとやかな子を待ってたのに、あんたと来たら変な服に変な髪型でがっかり通り越して絶望だわ。ふん、自分だって腰でかデコッパチの絶壁女のくせによく言うわ。てめえはさぞかし立派な嫁だったんだろうな。その口の聞き方は何なの。こんな生意気な嫁見たことも聞いたこともないわ。 I'm sorry ヒゲ sorry。 私でも古いってわかるギャグ。ねえねえお母様、せっかく家族になるんですから仲良くしましょうよ。なんで急に猫なで声。私だって離婚したくてしたんじゃないんです。浮気されて略奪されて、夫も炊飯器も奪われて辛い思いしてきたんです。これが最後の結婚だと思ったら、底意地の悪い姑に当たってワクワクが止まらないんです。普通に喋れないの。は、自分が非常識なこと言ってるのに相手に普通を求めるっておかしくないですか。私は鉄パイプだけど、あんたはうまい棒で戦いなさいって言ってるようなもんですよ。ああ言えばこう言う。はあ、どうしましょう。こんなにイライラしたことないかもしれない。血圧が上がってきた。それは大変です。今すぐ横になって床の上をゴロゴロ回ってください。え、それで治るの。やってみたけど下がったかしら。はあ、嘘に決まってんじゃん。本当にやるなよ。素直なやつだな。逆に愛おしいぜ。ちょ、うわあこいつバカにしやがって。ああ許せない。おたきさんに言いつけてやる。はて、おたきとは。この町の CIA と呼ばれてるスーパーおばあちゃんなのよ。悪いやつを片っ端から退治してくれるの。すっえ、おたきかっけー。おたきさんに頼めばあんたの真っ黒な過去がヘドロのように吹き出してくるわ。それを息子に突きつければ離婚間違いなしよ。そんな闇の女王を引きずり出すなんて卑怯だ。断固反対する。正々堂々と戦え。ふっ、ビビってるのね。おたきさんに睨まれてカエルみたいに身動き取れなくなるといいわ。じゃあ私は元ヤンの愛子さんを召喚します。誰よそれ。関東一のレディース、ブラックパンプキンをマキロン一本で束ねた伝説の総長だ。まいったか。ふっ、雑魚すぎて話にならないわ。おたきさんにかかればこの世から暴走族ごと消し去ることもできるんだから。じゃあヘリクツボーイズの4人ならどうだ。私大好きなのよ。本当ですか。お母さんは誰推しですか。選べないわ。全員好きなのよ。箱推しですね。チンペイは色気があるでしょ。ピースケは笑顔が素敵だし、
ポンタはクールで影があって素敵なのよね。ブタマロも名前に似合わずマッチョでイケてるし。わかります、私実は知り合いなんですよ。本当なの？ひょんなご縁がありまして。会いたいわ、今度コンサートあるでしょ、どうにかならない？余裕です。やった、ありがとう。あーて、危ない危ない、つい引き込まれるところだった。ち、乗ってこなかったか。おたきさんの人脈を使えばヘリクツボーイズはおろか、各界の有名人ともつながれるのよ。国賓レベルの知り合いが5万といるんだから、あんたの細い人脈でドヤ顔されても困るの。なんと恐るべし、おたき。そういうわけでさっさと離婚して、ばあさんと子供連れてどっかに消えなさい。やだやだやだよ、せっかく結婚して荷物も運んだのにまた荷造りするのめんどくさいよ。ただをこねるな。離婚しなければあんたの息子に危害が及ぶわよ。は？え、脅した？え、こいつ悪い、超極悪じゃん。いけないんだいけないんだ、先生に言ってやろう。小学生か。おたきさんの手にかかれば大事な息子が大怪我する羽目になるから。おたきってそんなことも引き受けるんですか？ただの悪党じゃないですか。自分の息子を犠牲にするか離婚するか二択よ。さあ選びなさい。いえ、どっちも選びません。それでいいの？どうなっても知らないわよ。おたきとの直接対決を希望します。はあ、あんたが叶う相手じゃないわよ。おたきのライン教えてください。めっためたのボッコボコにしておせんべいの缶に詰め込んでお母さんの目の前に届けてやりますよ。異性だけはいいけど無理に決まってるわ。まあやるだけやってみたら。一星待ってろよ、極悪おたき。翌日。おい、おたき、お前に物申す。はい。アキエという少年の腐り切った肥料にもならないこの世の悪いところをすべて集めたような底意地の悪い女がいるだろう。アキエ、ああ、あの人相の悪い人ね。そう、それ。私はそのアキエの息子と結婚したホナミというアジアンビューティーだ。自分で言うのね。確かにあんたの噂は聞いたし、すごいと思う。世界レベルの人脈を持ち巨大組織を作り上げたのに、一般人にも寄り添ってネットやドローンまで駆使して小さなお悩みや事件を解決するスーパーおばあちゃんらしいな。そんな立派なものでは。しかし、あんたのやり方はどうも気に食わん。は？力を持ったからといって何をやっていいわけでもない。ましてや子供を攻撃するなんてあってはならないことだ。おたき、心を入れ替えろ。あんたは年寄りだがまだ十分間に合う。あの、何の話かしら。え、子供って誰の？私の息子だよ。あなたの子は何かとんでもない悪さをしたの？するわけないだろ、めっちゃお利口さんなんだから。じゃあ私は何もしないよ。でも明恵がおたきさんに頼んでうちの子をボッコボコのめっためたにするって。するわけがないでしょ。それに頼まれたところで私は明恵さんの依頼は二度と受けないよ。え、なんで？5年くらい前かしら、息子の彼女がブスだから結婚しないように妨害してほしいって依頼してきてね。うわ、5年前からクズなのかよ。私はそういうことはしないときっぱり断ったのよ。そしたらもういい、自分でやるって、とんでもないことをやらかしてね。一体何を？その彼女の浮気を捏造したの。秋江のやりそうなことだな。息子さんには私がこっそり教えておいたから彼女を信じて交際を続けたの。え、なんだよかったじゃん。
でもそれじゃ終わらなかった。まさか昭恵さんは彼女の会社や家に押しかけ、別れろ別れろとひたすら言い続けたのよ。うわー、昭恵ならやりそう。それで彼女は心を病んでしまって、自分から別れを告げたの。息子さんも引き止めたらしいんだけど、完全に心が折れたようで、結局別れることに。なんて女だ。極悪はお滝さんじゃなく昭恵の方だったとは。何をどう聞いたか知らないけど、私は昭恵のような卑怯な人間が大嫌いで、こういう活動してるの。お滝様、ごめんなさい。敵だと思って散々失礼なことを言ってしまいました。ははー、この通りです。ガチで土下座しております。見せられないのが残念です。いいのよ、どうせ昭恵さんにあることないこと吹き込まれたんでしょ。いや、そうなんです。極悪総本山ダークマスターお滝みたいな人を想像してましたが、真っ白なお方でした。数々のご無礼どうかお許しを。変な奴は見慣れてるから気にしてないわ。私は子持ち、祖母持ちの双子ブラクダです。それが気に入らない昭恵は私に離婚を迫り、拒否したら息子を盾に脅してきました。5年前のことは何も反省してなかったか。結婚する男がことごとく浮気して罰を数えるのも嫌になりました。でも私だって幸せになりたい。そう思っちゃダメですか。ダメなわけないでしょ。幸せになっていいのよ。おたきさん、 I love you, I want you, I need you, チュッチュ。あなたラッキーよ。え、普段なら一人調べるのに最低でも3日はもらうんだけど、昭恵の情報はすでに持ってるの。え、マジっすか。おたきさん最高っす。マジパネっす。来週から中東に行くから、とっとと片付けちゃいましょう。中東へは何しに。ちょっと M 皇太子に呼ばれてね。え、私も知り合いなんです。あら、そうなの。すごい偶然ね。あと3ヶ月でかけるから、しつこく LINE してくんなって伝えてもらえませんか。まさかあなたがホナミ。皇太子が最近日本の画家にハマってるって言ってたの。え、それ私です。てそうだったのね。ライスと大福って絵が話題になってたわよね。はい、浮気相手に炊飯器を略奪された、恨みを込めて描いたのがライスで、浮気相手との勝負で大福10個早食いした思い出を残したのが大福です。どれだけ浮気されてるのよ。いや、私の場合特定するまでもなく相手からマウント連絡してくるので、おたきさんの手を煩わせることは今後もないかと。だといいけど。おたきさんは何のために中東へ。ごめんなさいね、訪問の目的は言えないの。あ、ガチだ。え、これガチなやつだ。ちょっと資料出すから30分待ってて。二人で昭恵にとどめ刺しましょう。そしてあなたは姑のいない世界で幸せになるといいわ。おたきさん、あなたは女神です。あ、いや、全知全能の神だ。やめてちょうだい、私はただの年寄りよ。じゃあまた後で。やっべー、かっけー、しびれる。30分後。おい姑、本当の悪はお前だったんだな。おたきさんと話して過去のこともすべて聞いた。おたきさん、このアホ嫁を早くやっつけてくださいな。昭恵さん、あんたはこの町に住んでて私が何をしているか知らないの。知ってますよ、悪いやつをぶっ潰すんですよね。じゃあこのホナミって子があんたに何をした。息子を奪いました。息子さんが自分の意思でホナミさんを選んだんでしょ。そうでそうで。息子は見る目がないんです。前も動物を連れてきて大変な目にあったんですよ。おたきさんも覚えてますよね。また同じ過ちを繰り返すの。せっ
っかく息子さんが許してくれたのに。そりゃ親子ですから許すに決まってます。私はあんたの依頼は受けないよ。どうしてですか。お金なら払います。私はお金は受け取らない。そんなことも知らないの。そんなこと言わずにこの女をどこか遠くへ追いやってくださいよ。どっか行くのうめえだよ。はっ、笑わせないで。私は夫からも息子からも愛されてる、いい妻、いい母なの。消えるのはあんたよ。わあ、そのお父さんが離婚するって言ってんの。やだ、かわいちょ。60過ぎて捨てられるとか、みじめ。はあ、私が何したって言うのよ。心当たりないの。そのでっかいケツに手当てて小一時間考えてみなよ。そんな時間はないし、ケツに当てても意味はない。あんたさ、昼ホストにハマってるよね。え、その金を捻出するために万引きして転売してるよね。何のことかしら。お滝さんが調べた情報だ。しらばっくれても無駄だからな。お滝さんも年を取りましたね。そんな適当な調査をして恥ずかしくないんですか。そろそろ引退なさったらどうです。控えおろ、このお滝の紋所が目に入らぬか。そんなものないよ。あ、ないなら私書きます。いらないよ。おい、あきえ、いらないってよ。私に言うな。まだ白状することあんだろ。全部入っちゃいなよ。田舎のおふくろさん、泣かせちゃダメだぜ。あんたはどこの人情派刑事よ。お父さんが老後資金にと貯めてたお金にも手をつけ始めたね。は？おたきさん、あなた人の口座まで監視してるの？しようと思えばできるけど、してないわよ。じゃあどうして。万引きの転売だけでホストに通うのは無理がありそうだから、旦那さんに口座を確認したらってアドバイスしたら、見事に200万減ってたって話。余計なことを。お滝様をなめんな、この強欲色欲ケツデカババア。なんて言われよう。夫が言ってたよ、もう母に大事な人を奪われたくないって。もっとマシな嫁がいるに決まってるでしょ。あんたみたいな変なことばっかり言うやつのどこがいいのよ。誤解するな。変なやつには変な対応と決めているだけで、普段の私は無口で穏やかなのだ。想像がつかない。だから夫が見てる私とあんたが見てる私は別人なの。わかった、認めるわ。昼ホストはもうやめるし、あんたらの結婚も認める。だから私の離婚も撤回してもらうよう言って。息子さん夫婦のこととあなたのことは別の話よ。え、旦那さんの意思は固いし、弁護士に相談しに行くって言ってたから、あとはハンコをつくだけ。そんな。それとこんな素敵なお嫁さんいないと思うわよ。どこがよ。彼女は世界的に有名な画家なの。はぁ？ I am a painter。 嘘でしょ、このポンコツが。ライスという絵で賞を取って以来、彼女の絵は高値で取引されてる。数千万の値がつく絵もあるのよ。アラブの皇太子もお客さんなの。お滝さんと共通の知り合いでびっくりしちゃった。あんたら何者なのよ。お滝さんが世界中に知り合いがいるように、私のお客さんも世界中にいます。ヘルプミーって言えば助けてくれる優しい人ばかりなんで、今後はおとなしくしておいた方がいいですよ。私はとんでもない二人を敵に回してしまったのね。使い込んだ200万は旦那さんに返しなさいね。え、どうして？離婚するなら財産分与でもらえるでしょ。旦那さんはあなたが万引きしたお店を一軒一軒回って返金をしてるのよ。その労力と心情を考えたら、あなたが持ち出せるお金なんて1円もないと思うけど。そうだそうだ。その前に
あなたは警察に捕まる。うちのチームがあなたの万引きの証拠を言い逃れできないくらいに集めてくれたから。周りは十分警戒してたのに、チームおたきめ、一般市民と見分けがつかないからね。そこらにいると思わなきゃ。そうだぞ、チームおたきは一人見たら近くに30人いると思え。5機じゃないんだから。ホストクラブにも300万くらいツケがあるそうね。オーナーが困って相談してきてたよ。そんなことまでバレてるの？この町で私に隠し事はできないと思いなさい。可念しました。私の乾杯です。言う通りにします。立てつく気力もありません。失礼します。さようなら。おたき様、本当にありがとうございました。アキエの完全降伏です。おなみさん、おえ、あなたとはまたどこかで会うことになるかもしれないわね。はい、また悪いやついたら一緒にやっつけましょ。何でも手伝いますよ。あなた横から煽ってただけじゃない。はあ、そうでした。さて、中東に行く準備しなきゃ。今は過ごしやすい気温だから楽だわ。夏は地獄だから。お気をつけて。あ、いただき物ですがロマネコンティあるんで、帰国したら持っていきます。何が何でも帰ってくる。後日談。アキエはおたきさんの通報により万引きで逮捕されました。刑務所には入らずに済みましたが、60過ぎて前科一犯となりました。アキエとギフは離婚しましたが、使い込んだ貯金をチャラにする代わりに財産分与なしと息子夫婦への接触を禁止するという条件までつけてくれたそうです。アキエはホステイの借金を分割で返すために老体に鞭を打って時給のいい宅配便の配送をやっているとおたきさんが教えてくれました。ちゃんと届けているのかな。先日ヘリクツボーイズのライブがあり、楽屋に挨拶に行ったところ、おたきさんがいました。実は大ファンだそうで、使えるコネを使いまくったとか。意外とお茶目なんですね。ワインと一緒におたきさんに1枚の絵をあげたくて今描いてるところです。そうだな、題名は曲がらない正義にしよっと。姉さん、どうやら俺の嫁はとんでもない女だったようだ。エリカちゃんが？一体何があったの？今日仕事でエリカの行きつけの産婦人科行ったんだよ。仕事って営業の？ああ、新しい医療機器の売り込みでな。もともと別の人間が担当だったんだが、予定変更で急遽俺が行くことになったんだ。それで？そこにエリカがいたんだよ。今日は検診があるとは言ってなかったのに。確かもう妊娠6ヶ月くらいだっけ？そうだな。急に体調が悪くなったとかじゃないの？それでとんでもないって言い方はちょっと。違うんだ、男と一緒にいたんだよ。え？見たことない男だったが、おそらく元彼だと思う。それって本当にエリカちゃんだったの？人違いとかじゃなくて？自分の嫁を見間違えるわけないだろう。あれは間違いなくエリカだった。マジか。でもどうして元彼だって思うの？友達が付き添いで来てただけかもしれないじゃない？いや、聞いてた話と特徴が一致するんだ。どういうこと？あいつの元彼ってどうやらそっち系の人間らしくてな。首に竜の入れ墨が入ってるって前にエリカが喋ってた。病院で見た男もその入れ墨が入ってたの？ああ。じゃあ決まりか。でもたまたま会って付き添ったみたいな可能性もあるんじゃない？俺もその可能性は信じたかった。でも二人の会話がほんの少しだけ聞こえてきたんだよ。一体どんな？私たちの子供。エリカが嬉しそうに大声で喋ってた。距離は離れてたが聞き間違いじゃないと思う。本当に？きっとあいつのお腹にいるのは俺の子じゃないんだろう。今は妊娠7週もすれば DNA 鑑定で父親はわかるらしいからな。でもそんなことって。今にして思えば怪しい部分もあった。最初に妊娠の可能性が出た時、あいつは頑なに俺の付き添いを拒否したんだ。
あなたは仕事に集中してって。そうなの？その時点で父親候補が二人いたんじゃないか。それで元彼と DNA 鑑定をした。それなら父親がどちらでも浮気問題に発展することはないからな。それでちょっと待って。父親が元彼と発覚した。それから二人で会ったり病院に通うようになったんだ。つまりエリカはずっと俺を。ちょっと待ってってば。え、なんかあんた変なモードに入ってるわよ。ちょっと落ち着いたら。すまない。あくまであなたの憶測でしょ。エリカちゃんの言葉だってやっぱり聞き間違いかもしれないし。でもとにかく私に相談してきたってことは依頼ってことでいいんだよね。え、え、いや何が。探偵見習いの私にエリカちゃんたちを調べてほしいって話じゃないの。ごめん全然考えてなかった。そういや探偵事務所でバイトしてるんだっけ。そうよ、パートをしながらね。いや俺はただ誰かに相談したいだけだったわ。何よそれ。それに依頼するならちゃんとプロに頼むし。本物の探偵って高くつくわよ。数十万とか当たり前。マジ？だから私に任せときなさい。これでも筋はいいって褒められてるんだから。分かった、じゃあ姉さんにお願いするよ。怪しまれるとやりづらいからあんたは普通にしてるのよ。了解。数日後。ゆうすけ、今日も検診に行ったけど順調だって言われたわ。そうか、よかった。もうすぐ私たちの赤ちゃんが生まれるわよ。ああ、きっと世界で一番可愛い子だ。性別は確か女の子だったよな。うん。名前考えたんだけど、ゆうかなんてのはどうだ。え、ゆうすけのゆうとエリカのかでゆうか、悪くないだろ。あーそうだね。でももうちょっと違う名前の方がいいかな。例えばリリカなんてどう。なんか綺麗な感じがしてよくない。リリカか。でも俺の名前の要素が少しも入ってないのはちょっと寂しいな。今時そういうの流行んないから。そうなのか。顔はどっちにだろうな。絶対私に似てくれなきゃ困る。父親にとかいかつすぎでしょ。俺ってそんなにこわもてかな。会社ではやさが王とか言われてるんだけど。あなたって輪郭とかはっきりしてるからさ。そうか。私にだったら間違いなく美人に育つでしょ。それよりあなたに一つ話があるの。何？私たち二人の共同貯金あるじゃん。ああ、結婚してから一年半コツコツ貯めてきたやつな。もう100万くらいにはなったか。あれ全部使ったから。は？あ、ごめんね、何の相談もせずに。どういうこと？一体何に使ったんだよ。私の学生時代の友達で占い師をやってる子がいるんだけど、その子にこう言われたの。あなたこのままじゃ流産するわよって。は？それを回避するためにはこのパワーストーンが必要だって言われたの。これを100万円で買ったっていうのか。うん。いや、インチキに決まってるだろ。本当だったらどうするの？もし流産したらあなたが責任取れる？それは。それにこうも言われた。出産は必ず一人で行えって。だからあなたは立ち会わなくていいから。あのさ、エリカ。何？さっきから言ってることがむちゃくちゃだって思わない？は？やっぱりお前。何を？いや、なんでもない。はあ、なんか今日は疲れちゃった。仕事帰りにお寿司買ってきて。特上3人前。え？お腹の子のためにも栄養つけなきゃならないの。わかるでしょ？妊婦に生魚は良くないって聞いたけど。じゃあステーキでいい。あまり私をイライラさせないで。じゃあ2週間後。今日は定期検診だっけ？え、家に誰もいないからさ。あなた仕事は？外回りの最中なんだけど、たまたま家の近くを通ったから寄ったんだよ。あーそうなんだ。うん、ちょっと病院の都合で予定が変わっちゃって。大変だな。赤ちゃんは順調に育ってる？もちろん今だって元気にお腹を蹴ってるわ。そっかそっか。なんかあれだな、
悲しくなってくるな。え？両親がアホすぎて子供が哀れだと思ってさ。どういう意味を？別にそのままの意味。つうか父親はあなたじゃん。頭おかしくなっちゃった？そりゃお前だろ、このイカレ女。は？もうネタは割れてる。ここから先はとぼけるだけ時間の無駄だと思え。急に何言ってんのよ。返信なんか言ってないだろ。今は男と一緒にカフェにいる。お前が飲んでるのはアイスコーヒー。どうしてそれを？俺は今厨房にいるんだよ。そこからお前たちを見てる。え？嘘だよ。一体どういうつもり？でもカフェにいるのは本当だろ。お前たちを監視してる人間から情報を得てるから。は？誰よそれ？俺の姉貴、なんか探偵事務所でバイトしてるらしくてさ、お前たちの調査を依頼したんだ。嘘でしょ？いや驚いたよ。姉貴ったら新しい情報や証拠を次々と持ってくるんだもん。見習いでこれじゃ本物はもっとすごいのかな。何を証拠って、っていうかなんで勝手に調査なんてしてんのよ。2週間くらい前だったかな、営業でお前の行きつけの産婦人科に行ったんだよ。そしたら男と一緒にいるお前を見つけたんだ。え？あまりに驚きすぎて声すらかけられなかったけどな。でもその時お前が私たちの子供って言ってるのが聞こえたんだよ。マジ？その時は一瞬頭が真っ白になったけど、姉貴に相談したおかげで少しは冷静になることができた。それで調査の依頼を？最初はそんなつもりなかったんだが、成り行きでな。でも結果的に依頼して大正解だった。全てが分かったから。何よそれ。まず一緒にいる男、元彼の龍二だな。いや、首に龍の入れ墨。貧乏ヤクザで常に金がなく、いつも黒のタンクトップを着てる。タバコの銘柄も言おうか。そんなとこまで調べてるの？そしてお前のお腹にいるのは龍二の子だろ。 DNA 鑑定をしたって会話がボイスレコーダーに残ってる。お前らいつもそのカフェで話してるらしいな。録音までしてたの？お前らの計画も全て分かってる。子供を産んだ後適当な理由をつけて俺と離婚するつもりだったんだろ。そして俺からの養育費で子供を育てるつもりだった。人の金で元彼との子を育てようなんてクソみたいな話だな。違うの？言い訳はよせ、時間の無駄だ。ああもう分かったわよ、全部あなたの言う通り。このクソ女が。だってしょうがないじゃない、久々にリュウジと会ったら燃え上がっちゃったんだから。は？あなたとの夫婦生活はどこか退屈だったの？やっぱり私は危険な男が好きみたいで。なんだそりゃ。だから妊娠した時リュウジの子だったらいいなと思った。でも彼は貧乏ヤクザだからお金がなくて育てられない。口座だって作れないし。それで俺の子として産み、養育費だけ取ってやろうと思ったわけか。親権は母親有利だって言うし、離婚さえしちゃえばこっちのもんだと思って。俺が DNA 鑑定したいって言ったらどうするつもりだったんだよ。そんなの全力で断ったに決まってるじゃない、拒否権はあるんだから。そうか。でも結果的に証拠が集まってよかったよ。全て姉貴のおかげだ。それで一体どうするつもりよ。別にどうもしない、お前と離婚するだけだ。ただし浮気の慰謝料や共同貯金の使い込み分はきっちり請求するけどな。占い師の友達なんていないこともお前と龍二が金を使い込んだことも分かってる。そんな。もちろん養育費も払わないぞ、俺の子じゃないんだし。私と龍二でこの子を育てろっていうの？そんなの無理。知るか、お前らの子だ。名前はリリカだっけ？龍二とエリカだもんな。お願い許して。何をだよ。浮気したこと。許すも何も、お前のお腹には龍二の子がいるだろ。私と一緒にこの子を育てて、お金のない生活は嫌。ふざけんな。生まれてくる子に罪はないが、俺はお前を決して許さない。そんな。ちなみに浮気の慰謝料は龍二にも請求するからな。あいつにそんなお金あるわけないでしょ。じゃあお前一人に請求するか。俺は払ってくれれば何でもいいから。それはそれで無理。
お前はヤクザじゃないんだから働き口だって見つかるだろ。出産が終わったら死ぬ気で働け。子育てはどうすんのよ。リュウジがいるだろ。ヤクザに子育てなんてできるわけない。知らん。くれぐれも子供は泣かせるなよ。そんじゃ。ああ待ってよ。後日談。エリカとの離婚が成立し、慰謝料と共同貯金の使い込み分を合わせた250万円を請求しました。それから3ヶ月後、エリカは出産しましたが、リュウジの解消が皆無のため、子育ては彼に任せて、自身は働きに出ることに。しかし、育児も何もしない彼と怒鳴り合いの喧嘩をする日々を送り、挙句の果てには一般人に対する恐喝でリュウジが豚箱行きになってしまったとのこと。今回の件で親族にも絶縁されてしまったエリカは誰も頼れず、結局子供は施設に預けたそうです。今はボロアパートに住みながらパートで支払いを続けていますが、別人のようにやつれ果ててしまっているらしいですね。彼女に母親の資格があるとは到底思えませんし、当然の末路と言えそうです。俺は今回の一件をさっさと忘れるため仕事に打ち込む毎日、このまま仕事と結婚するのもありかもしれませんね。お前の通帳は俺が管理するから。え、いきなりどうしたの？同棲したいって言ったろ。その準備もあるから今月からお前の金は全部俺が管理するんだよ。結婚したら家計はまとめて管理する家庭もあるけど、早すぎない？そもそもまだ同棲も始めてないよ。同棲の準備にも金がかかるだろ。だから早い方がいいの。まだいつから同棲するのかも決めてないのに今月からなんて。同棲始めるのにかかるお金は普通に折半じゃダメなの？金の管理は普通男がするものだろ。お前常識ないんだな。私もよくわかんないんだけど、そういうものなの？そういうもんなんだよ。俺の実家もそうだったんだから。でもいきなり通帳渡すのはちょっと抵抗あるよ。私も急にお金が必要になることとかあるしさ。そうやって無駄遣いするつもりなんだろう。この前もアニメの DVD とかグッズ買ってたじゃん。あんなの本当に無駄だから。え、私が買い物するのも制限されちゃうの？当たり前だろ。自分の給料は無駄遣いして俺に規制されたらたまんないからな。そんなつもりないよ。だいたい私の趣味ってアニメぐらいだから他にはお金使わないもん。アニメだったらテレビで見ればいいだろ。 DVD とかグッズとか無駄だし。ちょっとした趣味だよ。別に何十万もつぎ込んだりしてるわけじゃないし、貯金だってしてるよ。貯金すんのは社会人として当たり前だろ。何偉そうにしてんの。あと同棲するんだったらお前が持ってるアニメグッズとか全部売れよ。その金も俺が管理するから。ああ、ちゃんと明細も持ってこいよ。ごまかしても無駄なんだからな。そこまでするの？全部思い入れのあるものだから売りたくないよ。アトベ様や善逸くんを売るなんて辛いよ。そんなの辛すぎるよ。部屋を埋め尽くすほどのグッズがあるわけじゃないんだしさ。お前が今まで無駄遣いしてきた分はしっかりと回収するんだよ。アニメグッズとかって高く売れるものも多いんだろ。回収ってなんで？それに私が集めてるのはプレミアものとかじゃないよ。私が好きなアニメのを集めてるだけだから、売ったってほとんど値はつかないと思うんだけど。これからお前の金は俺の金でもあるんだから、無駄に使った分は回収するのが当たり前だろ。っていうか金になんねえのかよ。マジ信じらんねえんだけど、お前ゴミを買い集めてたってこと？たかし、なんか怖いよ。どうしたの？ゴミ買い集めて喜んでるお前の方がよっぽど怖いんだけど、なんか文句あんのか？逆らうんだったら別れるからな。別れるなんて言わないでよ。そんなの嫌だよ。だったらおとなしく俺の言うことを聞けばいいんだよ。お前はちょっと天然っていうか頭弱いんだからさ。確かに私はあんまり頭良くないし抜けてるとこもあるけどさ、そんな言われ方すると傷つくよ。事実だろうが。俺が言わないで誰が指摘してくれるんだよ。お前は黙って俺に従ってればいいの。分かったか？確かにたかしはいつも私をリードしてくれてるし感謝してるよ。でも今日はなんか怖いよ。何かあったの？別になんもねえよ。お前がぼーっとしてるからイラついてるだけ。
それはごめん。怒らないでよ。だったら素直に言うこと聞けよ。通帳とカードよこせよ。ちゃんと目的を言えばその分の金は渡すから、それでいいだろ。それって同棲始めてからじゃダメなの？今すぐに渡すの？今すぐだよ。これ以上無駄遣いされたらたまんないしさ。あとアニメグッズとかは早めに売っとけよ。メルカリとか使ってできるだけ高く売れるようにしろよ。わかったよ。だから怒らないでよ。わかればいいんだよ。今週末会社の飲み会があるから1万円くらい必要なんだけど。何言ってんの？飲み会とか無駄。そんな金は使わせないから。お世話になった先輩が退職するの。その送別会なんだよ。は？辞めるやつのために金使うとか意味わかんないんだけど。入社したばかりの頃からずっとお世話になりっぱなしだったし、感謝を込めてちゃんと送り出したいの。たかしのこともいつも相談に乗ってもらってたんだよ。結婚前に一度同棲してみることを提案してくれたのも先輩だし。俺のこと会社でベラベラ喋ってたってこと？お前最低だな。それに人のことに口出しするようなやつの送別会とか俺は許可しないからな。そんな。でももう出席するって幹事さんに言っちゃったんだよ。どうしても出席したいんだったらどっかで金借りれば。免許証さえあれば借りれるとこも多くなってるだろ。お金あるのに借りるとか意味わかんないよ。それに私借金とかあまり好きじゃないんだよ。無駄に使う金なんかねえよ。なんで俺がそんな飲み会のための金なんか出すわけ？意味わかんねえし。いや、私のお金だし、今月のお給料ほぼ手つけてないんだけど。俺が手元にあるんだから俺の金なんだよ。何勘違いしてんの？じゃあ私どうやって生活すればいいの？今手持ち5000円くらいしかないんだけど。5000円あれば2週間はなんとかなるだろ。2週間後にまた5000円渡すわ。いやいや、5000円で2週間だと1日350円だよ。絶対無理だよ。家賃とか光熱費は引き落としだし、食費だけなら1食100円もあれば十分じゃねえか。むしろ1日50円も余るだろ。黄金伝説の春日じゃないんだよ。あれテレビだからね。リアルじゃ無理だよ。足りないんだったらどっかから借りるんだな。どう考えてもおかしいよ。なんで急にそんなにお金に厳しくなっちゃったの？前はそんなことなかったよね。黙ってたらお前が無駄遣いばっかするからだろ。俺はお前のためを思ってわざわざ金の管理してやってるんだよ。お前は文句言える立場じゃないんだぞ。むしろ感謝してほしいんだけど。いくらなんでも絞りすぎだよ。管理は任せるけど、もう少し考えてよ。無茶すぎるよ。お前まだ逆らう気なの？言うこと聞けないなら別れるから。お前が同棲したいって言うからここまでしてやってるのにさ。結婚前提でここまでやってんだし、別れるなら慰謝料請求するから。お前の貯金300万円くらいだな。それ全部もらうことになるぞ。別れないよ。でも本当にこれじゃ生活できないんだよ。あーマジうるさいぞ。お前が反省するまで返事しないから。ちょっと待ってよ。聞きたいことがあるんだけど。なんだ、しっかり反省したのか？私の貯金何に使ったの？は？お前何言ってんの？貯金なら俺がしっかり管理してるから。管理ってほぼ全額引き出すことなの？何言ってんの？俺は引き出してないし。へえ。じゃあなんで私の口座の残高が621円になってるのかな？たかしに渡した時は300万円以上あったはずなんだけど。デタラメ言ってんじゃねえよ。通帳もカードも俺が持ってるのになんで残高がわかるんだよ。残高不足で携帯代が引き落とせないってハガキが来たのよ。だから慌てて銀行に問い合わせたらほぼ全額引き落とされてたの。それもわざわざ ATM で引き出せる上限額で何日もかけてさ。俺に管理任せてんのに銀行に確認なんかしたのかよ。最低だな。それは俺に対する裏切りだぞ。もう別れてやるよ。慰謝料はお前の貯金300万円な。答えになってないよ。私の貯金をどうしたのかって聞いてんの。俺は知らねえから。知らないんだ。だったら不正に引き下ろされたっていうの？分かった、すぐに警察に連絡するよ。 ATM の監視カメラチェックすれば犯人はすぐに分かるはずだしね。警察はちょっと大げさだろ。
俺が確認しとくから。300万円もなくなってるんだし、全然大げさじゃないんだけど。本当のこと言わないんなら、今から警察に行くよ。あ、そうだ、忘れてたわ。俺らの共有の口座を作ったからさ、そっちに移したんだったよ。そんな大事なこと忘れる？まあいいや。だったら300万円は私の口座に戻しておいて。そして通帳もカードも返して。別れるからさ。は？お前、何言ってんの？別れるなら慰謝料300万円って言っておいただろ。それはたかしが勝手に言っただけ。私は同意なんかしてないし。だいたい、この場合たかしに原因があるんだから、慰謝料はそっちが払う側になるんじゃないかな。はぁ、お前って本当に頭悪いな。お前が俺に逆らったんだろ。それが別れる原因なんだよ。だから慰謝料払うのはお前なんだよ。なんだったら裁判でもするか？その場合、裁判費用も上乗せして請求することになるからな。今だったら300万円で許してやるって言ってんの。俺の優しさだよ。言っとくけどさ、私たかしが言うほど頭悪くないんだけど。本当にめんどくさい人だよね。あんたがマウント取りたがるから、ちょっと抜けてるふりしてただけだよ。何を強がってんだよ。生きても俺には勝てないんだからな。生きってんのはあんたの方でしょ？もう別れるから言うわ。私ね、弁護士なんだよ。当然あんたの言い分が通らないことは分かってる。仮に裁判になってもこっちが勝てるだけの材料を集めてあるんだからね。しょうもない嘘つくなよ。お前会社員じゃねえかよ。確かに会社員だよ。やっぱ嘘じゃねえかよ。なんで弁護士が会社員やってんだよ。あんた何も知らないんだね。弁護士が全員法律事務所で働くとでも思ってたわけ？私はインハウスローヤーだよ。要は企業内弁護士ね。自分で事務所立ち上げたりするより楽だし安定してるから最近増えてるのよ。まああんたには縁のない世界だし知らなくても無理はないか。は？嘘だろ。だったらもっと給料いいはずじゃねえかよ。給料は確かにいい方だよ。今は年収800万円くらいかな。だったらもっと貯金あってもいいはずじゃねえかよ。私の口座があんたに渡した分だけだと思った？あの口座は貯金でも何でもないの。生活費用の日常使いの口座だよ。それこそ携帯代とか家賃とかの引き落としに使ってたやつ。は？そんな口座になんで300万円も入ってんだよ。毎回入金するのは面倒だからちょっと多めに入れてただけだよ。だから給料の振り込みとかはなかったでしょ。ま、どうせ残高しか見てなかったんだろうけどね。本気で言ってんのか。あんたがいきなり変なこと言い出すからさ。とりあえずその通帳を渡して様子見ることにしたのよ。その通帳は暗証番号だけでお金を下ろすことはできるけど、契約内容変更とかは生体認証必要だから悪用はできないしね。もちろん結婚も考えてたくらいだし信用してた部分もあるけど、1日350円で暮らせって言われた時点でかなり引いてはいたけど、まさか全額下ろされるとは思わなかったから携帯代引き落とせないってハガキ来た時は焦ったけどさ。お前なんでそんなことずっと黙ってたんだよ。意味わかんねえよ。私は肩書きとか関係なく私自身を愛して欲しかったのよ。だからあんたにはあえて仕事のこととかお金のことは隠してたの。たかしは純粋に愛してくれてるって思ってたんだけどな。すぐマウント取ってくるのも可愛いって思ってたくらいだよ。そのくらいに愛してたし幸せだったな。ごめん、全部正直に話すよ。実は親が知り合いの借金の保証人になっててさ、その知り合いに逃げられて借金を背負うことになっちゃったんだよ。俺の貯金だけじゃとても足りなかったから、モカの貯金に手をつけちゃったんだ。今すぐには無理だけど必ず返すから。本当にすまなかった、申し訳ない。なんか情けなくて泣けてきたよ。今とっさに思いついたの？あんたがキャバ嬢に狂って貢ぎまくって借金作ってたんでしょ。私は頭弱い子じゃないって分かってるでしょ。2週間もあればそのくらい簡単に調べはつくんだけど。え、そこまで調べてたの？でもキャバクラだから浮気じゃないよ。だから許してくれるよな。お前お金には余裕あるんだろ。だから未来の夫を助けると思ってなあ。頼むよ。未来の夫？冗談じゃないわよ。さっき別れるって言ったでしょ。
私とあんたはもう赤の他人よ。そんなこと言うなよ。俺のこと愛してるって言ったでしょ。もうさ、同棲と言わず結婚しようよ。お互いにもう争うだしさ。愛してるじゃなくて愛してたね。過去形だよ。日本語わかる？もう消しちゃいたいくらいの過去だけど。そう言うなよ。俺はお前が金持ちって知る前から愛してたんだぞ。まさにお前の望む男ってわけだろ。キャバ嬢に貢いで数百万も借金作るような男は望まないから。あと別れるだけじゃなくて、使い込んだ300万円は返してもらうから。あとこれって窃盗にも当たるからね。民事だけじゃなく刑事の方でもしっかり裁いてもらうからね。難しい言葉使うなよ。わけわかんないよ。私にあんだけマウント取っといてさ、本当は頭弱いのあんたの方だよね。簡単に言うと、あんたは私に300万円支払った上で警察のお世話になるってこと。え？冗談だよね。300万円は分割で返済するから警察は勘弁してくれよ。私は冗談なんて言わないよ。ましてこんな状況でありえないでしょ。しっかりと反省してもらうからね。もう十分に反省してるから、な、頼むよ、許してくれよ。絶対に許さないから。気持ちが冷めた上にこれまでのあんたの態度を思い出したらムカついてきたし。冷めたとか言うなよ。謝るからな。あ、なんとかしてくれよ。警察沙汰になったら会社もクビだよ。俺を路頭に迷わせる気なのか。もう他人だから関係ないし、さようなら。待ってください、お願いします。どうか助けてください。本当に反省してるんです。モカさん、せめて返事ください。お願いします、モカさん。その後、私はしっかりとタカシに使い込まれたお金を請求しました。タカシは親に泣きついたらしく、お父さんがすぐに振り込んでくれました。しかし窃盗の方は迷わず被害届を提出。タカシは逮捕されて会社もクビになり、両親からは監禁されてしまいました。今は塀の向こうで反省の日々を送っているようです。一方、私はタカシと別れたことで無意識に溜め込んでいたストレスから解放され、楽しい毎日を送っています。なんで勝手に里帰り出産取りやめたんだよ。なんで怒ってるの？母が入院したからだって言ったでしょ。せっかく久しぶりの独身ライフを満喫しようと思ったのによ。何それ、私はこんな苦しい思いして妊婦生活を送ってるっていうのに。それが女の仕事なんだから仕方ないだろ。そんなにまだ遊びたいなら結婚なんかしなきゃよかったじゃない。そうだな、失敗したと思ってるよ。ひどい、子供まで作ってもうすぐ生まれるって時にそんなこと言うの？父親になる実感なんか湧かねえもん。そんなものは徐々に出てくるものでしょ。お母さんのこと心配だろ、やっぱり里帰りしろよ。父が家と病院を往復して看護してるの。私が帰ったら余計迷惑かけるだけよ。使えねえ実家だな。なんてこと言うのよ。じゃあ今夜だけでも出てってくれ。妊婦の私にどこへ行けと言うの？居酒屋かカラオケでも行ってくれば。あなた妊婦を何だと思ってる？今日友達呼んでるんだよ。お前がいたらタバコも吸えないし、みんな気を使うだろ。私がいなくてもうちは禁煙よ。うるせえ女だな。男の遊びに口出すな。どっか外で飲んでくればいいでしょ。うちでやるって決めたんだ。いいから早く出て行け。そんなこと急に言われても。あと10分で家に着く。15分以内に出て行けよ。だから行くところなんかないって言ってるじゃない。ねえ、ちょっと。私はアミ、32歳の妊婦です。急に出て行けと言われ、友達にも連絡しましたが、誰も連絡がつきませんでした。そうこうしている間に夫が帰宅。まだ家にいた私を見て激高し、私をトイレに閉じ込めたのです。何度も開けてと叫びましたが、大声を出すなと怒鳴られる始末。その数分後、インターホンが鳴り、来客がやってきました。しかしその声は女性。二人で楽しそうに笑っています。まさか私の里帰り出産中に女を連れ込む計画だったなんて。私は悔しくて情けなくて耐えきれず、トイレのドアを叩きました。すると驚くことに、夫は閉じ込めたままの私を放置し、浮気相手と外に出て行ってしまったのです。スマホも持たない私は助けを呼ぶこともできません。そして5時間後、私は破水しました。翌日。は？
なんでトイレにいないの？どうやって出たんだよ。今帰ってきたの。お前がドア叩いてうるさいからやっぱホテル行こうってことになってさ、とんだ出費だったぜ。お前が払うよな。堂々と浮気するなんて何考えてんのよ。やっぱり女は母親になると魅力が激減するよな。そのでかい腹じゃ女として見れないもん。昨日の人は誰なの？俺の女だよ。お前にも今度紹介してやるよ。結構です。で、どうやって出たの？トイレの小窓から助けを呼んだわよ。運よくお隣さんが夜中に帰ってきて管理会社に連絡してくれたの。恥ずかしいことしてんじゃねえよ。私5時間も閉じ込められてたのよ。トイレのドアの前に突っ張り棒を置くなんてひどすぎる。お前がさっさと出ていかないからだろ。トイレの中で発生したのよ。あっそ、でどうしたの？今朝生まれたわ。そうかそうか、一応俺の子だし見とくか。じゃあ今から病院行くかな。は？会えると思ってるの？俺の子だろ、会う権利はある。私とこの子を危険にさらした人がよく言うわ。結果無事だったんだから問題ないじゃないか。当然離婚するつもりであんなことしたんでしょ。離婚？そんなものするわけないだろ。さっきから何言ってるの？やってることも言ってることもめちゃくちゃよ。お前育休明けたら復職するよな。するけど。俺より給料いいんだからお前と離婚するわけないだろ。は？俺はお前の給料がいいから結婚したんだ。本気で言ってんの？お前に金稼ぐ以外にいいところがあるか？顔も性格も並みじゃんか。ひどい。だから離婚には応じない。あなた浮気したでしょ？十分離婚の要因になるわ。その証拠どっかにあんの？え？顔見た？写真撮った？本当に女だった？声の高い男友達だったかもしれないよな。確かに見てないけど。だろ？裁判になるなら証拠がいるぞ。だったらこの LINE のスクショ。証拠になんかならねえよ。俺冗談で言ってたから。は？浮気とか女とか全部冗談。なんてずる賢いの。これから俺の ATM としてしっかり働いてくれよな。いやよ。ちなみに俺は育児なんかしないから、お前の好きに育てろ。ただし金を稼げるような子に育てろよ。最低。こんな男が父親で本当にかわいそう。子供生まれたら児童手当とか入るんだよな。それも俺に起こせよ。頭痛くなってきた。さっさと退院してこい。そして俺の飯作れ。腹減ってたまんねえわ。必ず後悔させてやるから覚えてなさい。お前に何ができるんだよ。笑わせんな。調停がダメなら裁判まで戦ってやるわ。1年後。判決聞かなくてよかったの？どうせ俺の勝ちだろ。弁護士費用をケチった上に裁判欠席するなんて本気で勝つ気あったの？余裕で俺の勝ちだろ。1年も家開けたつけは払わせるからな。あなたとなんか暮らせるわけがないでしょ。実家に戻って正解よ。ノンストレスで快適で。判決はどうだったんだよ？離婚が認められたわ。は？当たり前でしょ。別居中とはいえあんなに派手に浮気してるんだから。証拠なんかないだろうが。私ってそんなにバカだと思う？1年前あなたに証拠がないと言われたから集めに集めたわよ。どうやったんだよ。探偵つけたに決まってるでしょ。過去一楽な仕事でしたっておっしゃってたわよ。探偵？プライバシーの侵害だ。じゃあそれを裁判所で主張すればよかったじゃない。裁判なんてめんどくせえだろ。あなたは欠席したことで私の主張を案に認めたことになるのよ。そんなの聞いてねえよ。私は浮気されたから離婚したいと訴え続けたわ。それにあなたが反論しないんだもの。私が勝って当然でしょ。だいたい別居してる間の浮気なんて問題ないはずだぞ。どこで得た知識なの？ネットに書いてあったんだよ。それは夫婦関係が破綻していた場合ね。破綻してただろ。何言ってるのよ。あなたは離婚したくないとごねたから裁判まで行ったんでしょうが、調停で妻を愛してるんですって下手な芝居打ってたじゃない。別居してれば OK だと思ってたわ。あなたは別居期間中結局一度も婚姻費用を払わなかったわね。何なんだよそれは。婚姻費用分担請求調停の申し立てをしたけど調停不成立で審判手続きになって裁判官が金額を決めてくれたのよ。難しい話すんな。裁判官が奥さんに毎月15万円払えって決めてくれたの。ふざけんな。そんなに払えるか。
女遊びしてなければ十分払える額よ。俺は絶対に払わない。裁判所から履行勧告や命令が何度か来てるはずよ。あなたはそれを全部無視した。当たり前だろ。となると差し押さえしかないんだけど。なんだそれ。あなたの給料を差し押さえるのよ。婚姻費用や養育費については給料の2分の1まで差し押さえられるらしいわ。え？あなたの手取りが40万だから婚姻費用15万、養育費5万だとしてぴったり20万ね。そんなに取られたら俺生活できないぞ。ごめんね、そんなの知ったこっちゃないの。それに養育費なんて俺は我が子の顔すらまだ見せてもらってないんだぞ。私とこの子をトイレに閉じ込めて危険にさらしたようなやつに合わせるわけがないと何度も説明したはずよ。お前は昔のことをぐちぐちネチネチうるせえな。養育費については一緒に交渉役場に行って書類を作成しないといけないんだけど、もちろん来てくれるわよね。行くわけないだろ、ふざけやがって。あらそう、だったら養育費請求調停ね。ダメなら裁判になるわ。裁判所に調停調書か審判調書を作成してもらえば、もしあなたが払わなくても強制執行できるんだって。お前なんでそんなに詳しいんだよ。そりゃあなたを潰すためにこの1年間準備してきたもの。勝負に勝つにはまず知識よ。あなたみたいにネットで表面上の知識だけ得たって何の役にも立たないってこと。くそ。1年間お金使い放題でいい思いしたでしょ。お前に20万も払うなんて冗談じゃねえぞ。誰が20万だなんて言った。減額してくれるのか。やっぱりお前って女は優しいやつなんだよ。は？浮気の慰謝料忘れてない？え？別居して最初の数日間で浮気した人数が5人。いや、探偵さんももっと張ってればまだまだ出てきそうですねって言ってたけど、お金もったいないからやめたの。ちょっと待ってくれ、慰謝料って人数によって変わってくんのか。人数が多いからといって慰謝料が倍になったりすることはないらしいの。ああよかった。でも人数が多ければ多いほど私の精神的ダメージは大きいでしょ。だから相場より多めに請求させてもらうわね。いくらだよ。300から500ってところかしら。ふざけんなよ、俺すっからかんだぞ。知らない。それだけは払わない。そっか、じゃあ最後の手段しかないね。なんだよ。今日の判決を受けてあなたのご実家には連絡させてもらった。ご挨拶もしたかったし。は？そしたら驚くことにお姉さんがイタリアから帰ってこられててね。え、姉貴が？びっくりなさってたわ。浮気のこととか婚姻費用未払いのこととか。なんで言うんだよ。俺が姉貴に頭上がらないの知ってるだろ。たまたま電話に出られたからよ。深い意味はないの。姉貴何か言ってた？最初の方は声にならない声で叫びまくってたから聞き取れなかった。それ一番やばい時のやつ。そうそう、お姉さんからの伝言。慰謝料払い終えるまで実家に置いてやるから覚悟して帰ってこい、だって。まずい、こき使われる。こきなんてもんじゃない、奴隷だ。素敵なお姉さんがいてよかったわね。見捨てられても仕方ないほどのクズなのに。俺が悪かった、金も全部払う。だから姉貴のところに送り込むのだけは勘弁してくれ。もう遅かったわね。お姉さん車で向かってるはずよ。逃げたら洗濯バサミがどうとか言ってたけど何のこと？24時間不眠不休で洗濯バサミで体中を挟まれるという恐ろしい罰だ。あれだけはやだ。頼む、アミ助けてくれ。楽しそう、それ私もやりたい。やだやだやだ、頼むから姉貴という悪魔から俺を救ってくれ。洗濯バサミ楽しんでね。後日談。その後お姉さんによって実家へ連れ戻されたエイトは、洗濯バサミのおかげなのか一気におとなしくなり、交渉役場への同行や慰謝料についても誓約書を書くなどとても従順になり扱いやすくなりました。さすがお姉さんです。子供は1歳になってよちよちと歩き始めました。パパはろくでなしだったけど、その分私が愛してあげようと思っています。復職したので保育園に預けながらの仕事は本当に大変です。でもクズ夫がいたところで役には立たないし、むしろストレスの元がないだけありがたいと思って前向きに生きていきます。昨日結婚してあげたんだから当面の生活費100万円振り込んでよ。え？僕の出張はたった1週間だよ。そんなにいらないだろ。
私たち家族7人であなたの実家だった新居に引っ越したのよ。ちょっと待てよ、いきなり鍵はどうやって開けたんだ。去年父が他界してからは誰も住んでなかったんだぞ。そう、別に普通に入れたわよ。おかしいな、管理人さんに後で連絡してみるよ。別にいいよ、こっちは困ってないから。そうはいかないし、引っ越してくるならまず先に僕に相談してほしかったよ。夫のものは妻のものでしょ。私の身内を住まわせて何が悪いのよ。確かに結婚したら君の家族と同居する約束はしたけど、来てみたらだだっ広くてでかいだけのおんぼろ屋敷でがっかりしたけど。これでも歴史ある建造物で重要文化財に指定されてるんだよ。それじゃあ私たちこの屋敷に住めないってこと？そんなことはないよ。ただお父さんたちも一緒に住むならリフォームだって必要だろ。こんなおんぼろ屋敷リフォームしてもたかが知れてるでしょうけどね。それなら敷地内に新築の家を建ててもいいよ。え、本当？ただうちの近所一帯が保護地区に指定されてるからすぐには建てられないんだけどね。何それ、使えないわね。こっちはつわりがひどくて大変なのよ。そのことなんだけど、僕が出張から戻ったらお腹の子の DNA 鑑定を受けてくれないかな。は？コウスケは私を疑ってるの？だって君の妊娠が分かって家族全員で僕のマンションに押しかけてきたのが2週間前だろ。そうよ、男として責任を取るのは当たり前でしょ。でも俺気をつけてたつもりだったから納得できなくて。そんなもの 100% 安全じゃないことくらい中学生でも知ってるわよ。だけどさ、お腹の子の父親だって一方的に決めつけられてあっという間に結婚式を挙げちゃったせいかなんかすっきりしないんだよね。呆れるわね、10歳以上年下の女を傷者にしておいて。ごめん、君みたいな若くて可愛い嫁さんをもらえたのは僕だって奇跡だと思ってるよ。わかればいいのよ。それじゃあ今すぐ生活費100万円振り込んで。結婚式の費用一式を払ったばかりで出張先からそんな大金急には振り込めないよ。でも結婚式の費用なんてせいぜい200万ってとこでしょ。僕にとっては大金だよ。出席者は君たち家族7人だけだったのにあんなに飲み食いするとは思わなかったし。私の身内しかいなかったのは仕方ないでしょ。まあ僕には兄弟がいないし両親もこの世にはもういないからね。私が結婚してあげたおかげでコウスケには7人の家族ができたじゃない。いきなり大家族になっちゃったな。私と私の祖父母と両親と弟と私のお腹の中の赤ちゃんで7人だもんね。とりあえず1週間分の生活費として10万円振り込むよ。そんなんじゃ足りないわよ。7人分の生活費1週間分だよ。十分足りると思うけどな。ごちゃごちゃ言ってると今の押し入れから出てきたゲームカード売り飛ばすわよ。ちょっと勝手にやさがしないでくれよ。それは僕が学生時代に集めてたレアカードなんだ。やっと、それなら高値で売れそうね。じゃあとりあえず20万振り込むから僕が帰るまで敷地内のものには一切手を触れないでくれよ。しょうがないわね、今日のところは勘弁してあげるわ。僕はコウスケ、35歳、大手警備会社に勤める会社員です。嫁のカナエとは父があの家へ旅立った後何気なく入った居酒屋で意気投合。ダメ元で僕が告白したら意外にも OK をもらい付き合い始めました。カナエはまだ24歳と若く家族離れができない甘えっ子ですが、恋愛経験の少ない僕にとっては人生史上最高の彼女でした。ところが結婚式を挙げた途端断りもなく、僕の実家の家屋敷に家族ともども引っ越してくると高額な生活費を要求し始めたのです。前途多難な結婚生活の幕開けにうんざりしたのもつかの間、嫁とその家族たちの暴走はさらにエスカレートしていきました。3日後、生活費追加であと30万振り込んでよ。え、まだ3日しか経ってないよ。20万円なんてあっという間に使い切っちゃったわよ。もうちょっと節約しようよ。人を浪費家みたいに言わないでくれる？ごめん、でも3日で20万も使い切るなんて普通じゃないよ。電気とガスと水道が使えなかったから外食したのよ。ライフラインならもう使えるようになったはずだよ。僕から管理人さんに頼んだから。ああ、あの口うるさくて使えないおっさんね。分家のおじさんなんだ、悪く言わないでくれよ。それに生活必需品や布団なんかも届けてくれただろ。でもあのおっさんが電気ガス水道の業者を呼び出してくれたせいで私たち屋敷の外に追い出されたのよ。そんなの小1時間程度だろ。それで生活に不自由しなくなるならいいじゃないか。管理人だかなんだか知らないけどムカついたから3日間外食してうさばらししたのよ。結局自炊する気はないんだね。ひどい、妊娠している嫁をいたわる気はないわけ。
もちろん体がきついだろうなってことくらいは分かってるつもりだけど。これでもね、だるくてきつい身重の体を押してけなげにも掃除してあげようとしたのよ。そうだったんだ。うちの実家古くて広くて掃除するの大変だっただろ。それがさ、鍵を開けようとしたらいきなり警報が鳴り出して掃除どころじゃなくなっちゃったのよ。え？警報？君たちが使う住居スペースの防犯システムは止めたから警報は鳴らないはずだけど。屋敷の中じゃなくって離れに立っている立派な蔵よ。いかにもお宝がありそうな。それは警報が鳴って当たり前だよ。この間敷地内のものには手を触れないようにって伝えたよね。だってうちのおじいちゃんとおばあちゃん骨董に目がなくってさ。そういう問題じゃないだろ。まさか家族全員で蔵の鍵を開けようとしたのか。ううん、お父さんとお母さんは埋蔵金を探すって張り切って庭中掘り返してたわ。埋蔵金の噂まだ信じてる人がいたのか。そうしたらまた管理人のおっさんが邪魔してきてさ。マジムカつくわ。庭を掘り返したりするからだよ。だいたい埋蔵金の噂はガセだしね。なんだそうなの。ほんとつまらないボロ屋敷。それより掘り返した庭元に戻してくれたのかい。なんでコウスケがそんなこと気にするの。僕は実家の家屋敷と土地の所有者だから管理する義務があるんだよ。ふーん、律儀だね。重要文化財は国民的財産だからね。管理者としては責任重大だよ。バカみたい。公開して入場料を取ってるわけでもないのに。そうかな。僕は生まれ育った家が重要文化財に指定されていることは誇りに思ってるし、だからこそ価値を落とさないように守りたいと思ってるよ。あんたの自己満足とかどうでもいいから30万の振り込み急いでよね。ちょっと待ってくれよ。振り込まないならコウスケのカードゲームプレミアの付きそうなやつから売り飛ばすわよ。分かったよ、30万振り込むよ。あと3日で帰るから、それまではそれでやりくりしてくれよ。しみったれたこと言ってないでとっとと振り込みなさいよね。出張最終日、今日でコウスケの出張終わりだったよね。ああ、そっちに着くのは夕方くらいかな。何時に帰ってくる？ごめん、まだこっちの仕事が押してて何時に帰ってこれるかわからないんだ。早く帰ってきなよ。みんなコウスケに会いたがってるからさ。本当か？ちょっと嬉しいな。私たちみんな仕事も辞めたし、これからはコウスケに稼いでもらわなきゃだから。え？君たち家族って仕事してたのかい？は？何それ、私たちのことバカにしてるの？ごめん、でもこの1週間お金を無心され続けたからすっかりパラサイトファミリーのイメージがついちゃったよ。言っとくけど私たち家族はこれでも働き者だし、そこそこ稼いでたのよ。でも結婚前だって君の家族の誕生日に高級店でお祝いした時は僕が全員分の飲食代を払ったよね。あれは貸しにしといてって言ったでしょ。じゃあ返してくれるつもりなのかい。結婚してあげたんだからそんなものチャラになったに決まってるじゃない。やっぱりそうなるのか。とにかく子供もできたんだし、キリキリ働いて稼ぎなさいよね。高級鳥の婿でよかったってママにも褒められたんだから。なんで君が褒められるんだ。コウスケを捕まえたのは私の手柄だからよ。喜んでるところ悪いんだけど、僕は君のお婿さんじゃないよ。婚姻届は出さずに捨てたからね。え、どういうことよ。私をシングルマザーにするつもり。お腹の子の父親が僕じゃないからそれも仕方ないんじゃないか。ちょっとコウスケったら本気で私の浮気を疑ってるの。結婚をせかされた時から違和感はあったけど、勝手に僕の実家に入り込んで家探しまでされたら不信感を持つのは当然だろ。だからって私の浮気まで疑うのは想像力ぶっ飛びすぎなんじゃないの。証拠はもう上がってるんだ。捜査のプロが調べたことだからね。最低。君たち本当の家族じゃないんだろ。もともとはレンタル家族家業をしていた会社の仕事仲間なんだってね。へえ、そんなことまで調べたんだ。でも私が浮気したって証拠にはならないわよ。弟さんは本当は弟じゃなくて恋人なんだろ。キモ。確かに血はつながってないけど変な想像やめてよね。とぼけるのもいい加減にしろよ。その屋敷に来てから君たち二人は毎朝同じ寝室から出てきていると報告を受けてるんだ。私たちのこと監視してたってこと？プライバシーの侵害じゃない。管理人さんが説明したはずだけど、君たちが生活するために使っていた寝室と居間の監視システムは停止させたからプライバシーの侵害にはならないよ。でも寝室から出るとか監視したんでしょ。これも管理人さんが説明したはずだけど、防犯システムが作動しているカメラの場所は教えてもらっただろ。私たちこの屋敷のものは何も盗んだりしてないわよ。それなのになんでコウスケに私たちの行動が筒抜けなのよ。
その屋敷と敷地内の防犯システムはうちの会社の実証実験に使ってるんだけど、特に顔認証機能が優れているのが売りでね。コウスケは IT 企業に勤めてるんじゃなかったの？防犯システムを開発しているから仕事内容は IT 関係だけど、警察 OB が作った警備会社に勤めてるんだよ。だからって警察とコウスケの勤めてる会社が仲良しってわけじゃないよね。仲良しかどうかはともかく、指名手配犯の顔と一致する顔が認証されると警察に通報される仕組みだよ。じゃあ私たちのうちの誰かが指名手配犯として顔認証システムに引っかかったってことなの？警察からは捜査については聞かされてないけど、多分そういうことなんじゃないかな。くそ、誰を下手打ったの？あれ、君たちは仲良し家族じゃなかったのかい？足を引っ張るやつは仲間なんかじゃないわ。私ここを出るからもう LINE してこないでね。君たちレンタル家族事業を隠れ蓑にした詐欺集団なんだってね。は？何それ、一般人のあんたに警察はそこまで教えてくれたの？君たちが僕の実家の屋敷に勝手に引っ越してきてからずっと警察の指示で LINE のやり取りをしてたんだよ。今警察が屋敷を包囲したそうだから素直に出頭するんだ。いやよコウスケ、警察に頼んでよ。私まだ若くて世間を知らなかったから、あいつらに騙されてただけなの。まさか警察の捜査に協力してたら君の浮気まで発覚するなんてね。警察 OB の上司と捜査してた警察官が知り合いで、特別に教えてもらえなかったら危うく婚姻届を出してしまうところだったよ。それは謝るから、あと妊娠は嘘なの、だから助けてよ。私たち一からやり直そう。妊娠が嘘だったって？やっぱり君はとんだ詐欺師だね。詐欺は罰金じゃ済まないのよ、檻に入れられるのは嫌。自業自得だね。もう僕にできることは何もないから、さようなら。待って、お願い、足を洗うつもりだったのよ。真人間になって家族全員コウスケに養ってもらうつもりだったの。真人間なら真っ当な仕事で生計を立てて自立すべきだったね。じゃ本当にさようならだ。後日談。その後カナエとその家族たちは警察に捕まりました。カナエは騙されていたどころか詐欺集団の主犯格だったそうです。彼らには塀の中できちんと償ってもらいたいと思います。それにしても詐欺集団と家族になってしまうところだったとは、今思うとゾッとします。本当にカナエたちが足を洗うつもりだったかどうか分かりませんしね。今回先祖代々続いている実家に取り付けた防犯システムに救われましたが、もしかするとご先祖様たちが僕を守ってくれたのかもしれません。来月上司に紹介された人とお見合いすることになりました。今度こそ結婚するなら僕の実家の家屋敷も大事にしてくれる人がいいなと思います。お前の貯金1000万円は妹の口座に移したから。は？こっそり溜め込みやがって。ちょっと待って、私は1000万なんて持ってないけど。しらばっくれんな。お前が使ってる家計簿アプリに残高が反映されてんだよ。スマホ勝手に見たの？浮気でもしてないかと思って覗いてみたら、それ以上の隠し事があったとはな。浮気疑ったんだ？浮気してたらお前から金を巻き上げてやろうと思ってたんだよ。お金なんてあるわけないでしょ、へそくりすらないっていうのに。よく言うわ、あんなに持ってたくせに。何のこと言ってんのよ。独り占めするなんて意地汚い女だな。夫婦だから共有財産だぞ。仮に共有だとしたらせめて半分じゃないの？なんで全額持っていくわけ？妹が借金で困ってる。エミちゃん1000万も借金してたの？悪い男に騙されたらしい、かわいそうに。それは辛いと思うけど本人が解決すべき問題じゃないかな。お前冷たい女だな。だって全額肩代わりするなんて無理な話でしょ。金はあるんだからいいだろ。だからそんなお金知らないんだってば。確実にお前の口座に入ってたんだよ。ネットバンキングでエミの口座に移したんだから間違いない。ログインやワンタイムパスワードはどうやって突破したの？お前が寝てる時にやった。指紋借りたよ。いくら夫婦だからって人の口座を勝手に触るなんて。お前に相談したところでああだこうだ言って絶対に金をよこさないだろ。当然よ、よこす金がないからね。お前は本当にケチだな。自分の金じゃないと言い張れば返してもらえると思ってるんだろ。とにかくそのお金には触らないようにエミちゃんに言っといて。黙れ、お前には関係ない。関係あるから言ってんでしょ。うるさい、逆らうなら離婚だ。はい。
俺の身内すら大事にできない女と今後生きていくなんてできるわけないだろ。身内も大事よ。でも自分たちの生活を守るのが一番じゃないの。リクだってまだ5歳なのよ。リクのためにも離婚一択だな。なんでそうなるの。困ってる人を放っておくような冷たい女に育てられるよりマシだろ。まさかあなたが引き取るっていうの。食事一つ作れないくせに。母さんがいるから心配すんな。男の子だし、うちの大事な跡取りだ。喜んで育ててくれるさ。覚えのない1000万に突然の離婚宣告に頭が混乱してるんだけど。いつまでそうやって白を切るつもりだよ。ほんと性格悪いなお前。リクがお前に似たら最悪だわ。ちょっと考えさせて。動機がする。勝手にしろ。数時間後、リクを迎えに行ったの。幼稚園に行ったらパパが来ましたよって言われて。行ったけど悪い。仕事は？早退した。事前に教えてよ。今どこ？実家だけど。なんで？言ったろ、こっちで育てるって。は？さっきの話でしょ。いきなり連れてくなんてあんまりよ。それに私は同意なんかしてない。リクも喜んでるぞ。バーバンチ嬉しいって。遊びに行くのとわけが違うのよ。バーバと一緒に住もうかって言ったらうんって言ってたぞ。子供の言うことを真に受けないでよ。まあ俺たちに任せろ。立派に育ててみせるから。ふざけないで。私の気持ちはどうなるのよ。大金持ってることを夫に隠すようなやつが何を主張してんだよ。まずは自分の非を認めろよ。私だって何がどうなってるかわからないのよ。まだ言ってるわ。とにかくリクを返して。俺の子でもあるんだぞ。離婚するならするで話し合いをすべきでしょ。勝手に子供を連れてくなんて卑怯すぎる。卑怯なのはお前だろ。リクと約束してたの。幼稚園の帰りにアイス食べに行こうねって。アイスくらいこっちで食わせるから心配すんな。あの子との約束は必ず守るって決めてるの。お願いだから私から引き離さないで。悔しかったら裁判でもしろ。得体の知れない金を隠し持ってるくらいだからな。探られて痛い目に遭うのはお前の方かもしれないぞ。私は誰かに恥じるようなことなんて一切ないから。あっそう。じゃあ正々堂々と奪いに来い。待っててやるよ。こんなやり方汚すぎるよ。あの子が生まれてから一度も離れたことはなかったし、たった一日いないだけでこんなに寂しいなんて。泣いてないかな。ママって呼んでないかな。そんなことばかり考えていました。私はあずさ、32歳です。お金に関しては本当に身に覚えがなく戸惑うばかりでした。夫からの連絡を受けてすぐに銀行に電話したのですが、調査しますとのことで電話を待っている状態です。リクが心配でいても立ってもいられなかった私はその夜義実家まで行ってしまいました。そこで衝撃の光景を目にしたのです。辛い目に遭っているリクをその場で救出できず、動画撮影だけに留めた時は心がえぐられるように辛かったけど、これがリクを助け出す最善の手段だと信じてその場を後にしたのです。翌日、幼稚園休ませたそうね。いちいち確認すんなよ。鬱陶しいな。リクはどう？元気にしてる？楽しそうにしてる。嘘つき。あ？泣いてたじゃない。お前なんで？昨晩心配で様子を見に行ったの。え？泣きやめくリクを外に出して正座させてたわね。見たのか。私をママと呼ばないと家の中に入れないわよって殴ってた女は誰？あれは母さんだよ。ママって呼ばせたいらしい。お母さんとは別に若い女がもう一人いたわ。いや、あれは浮気相手なんでしょ。あの人と再婚するのに私が邪魔だったのね。そうだよ。だったらなんだよ。分かったなら身を引け。あんたなんてくれてやるわよ。私が返してほしいな、リクだけ。それは無理な相談だ。再婚するなら新しく子供作ればいいじゃない。母さんが再婚の条件はリクを引き取ることだって譲らないんだ。なんでリクに固執するの？初孫だからだろ。あんな気性の荒い女にリクを育てさせるの？普段は優しいんだよ。昨日リクが外に出されてたところを動画に収めたの。これを持って警察に行ってほしくなければ今すぐに返して。お前卑怯だぞ。卑怯なのはどっちよ。あなた親でしょ。なんで守ってあげなかったの？それを言うならお前だってそうだろ。目の前で見てたなら飛び出してくりゃよかったんだ。確かにそうよ。何度も叫びそうになった。
でも決定的な証拠がないと取り戻せないと思ったの。裁判になって長引けばますます会えなくなる苦渋の決断だったのよ。自分のために我が子を見捨てたんだ。人のこと言えるか。リクはママのところに帰りたいって泣いてた。私はそれを叶えてあげたくて心を鬼にし撮影に徹したの。リクは返さない。俺たちで育てる。あんなろくでもない女がリクの母親になるなんて絶対に認めない。1000万もその女と暮らすための資金だったわけ。あれは妹の借金返済だって言ったよな。エミちゃんに電話したの。でも出なかった。心苦しいんだろ。だから家まで押しかけた。は？お兄ちゃんから何があっても私と連絡取るなって言われてたらしいね。どういうこと？お前が取り立てに行くと思ったからだよ。エミちゃん、借金なんか1円もないって言ってたけど。あいつどういうことなの？説明して。どうもこうもねえよ。金があったからもらった、それだけだ。私のお金じゃないからいいけど、そのお金って返さなきゃいけないのよ。は？たまたま私の口座に誤送金されたものらしいの。嘘だろ。私もびっくりよ、現実にこんなことがあるのかって。誰の金だったんだよ。それが一般の方なんだけど、ちょっとヤバそうなのよね。なんだよ。もともとはヤクザに借りたお金を返済するために振り込んだそうなの。え？でもなぜか間違って私の口座に来ちゃって、今揉めに揉めてるらしいのよ。ちょっとそれかなりヤバくないか。だと思う。早急に返済しないとまずいんじゃないかな。マジかよ。まだ使ってないよね。それが半分はもうないんだ。は？昨日の今日だよ。女が派手に買い物しちゃったみたいで。うわ、どうすんの？どうしよう。何が何でも今日中に500万かき集めないと。あなたたち狙われるよ。マジかよ、やばい金に手をつけてしまった。今日中にお返ししますって返事したの。先方のヤクザにもそう伝わってるらしい。これが守られないとなるとあなたたちに被害が及ぶかも。どうしたらいいんだ、500万なんて。まずは買ったものを返品すれば。あとはあなた会社で財形貯蓄してたよね。あれはできれば下ろしたくない。やれることをやらないとどうなるかわからないのよ。だよな、相手がやばいもんな。分かってるんだけどさ。時間ないわよ。このまま逃げたらどうなる？あの世界の人たちの恐ろしさを知らないの？見つかるかな。見つかるだけで済めばいいけど。分かった。でも財形貯蓄は今日すぐには下ろせない。手続きが必要なんだ。とりあえずサラ金でも何でもいいから500万を立て替えるしかないでしょ。そうするか。リクは私が預かる。おそらく居場所はもう特定されてるから、リクに何かあったら取り返しがつかないわ。そうだな、リクは一旦返す。俺だってリクは大事だ。すぐに迎えに行く。なあ、俺大丈夫かな。返せば問題ないと思うけど。埋められたり沈められたりしないよな。1円でも少なければそうなるかもしれないね。しかしお前もそんな振り込みをされるなんて、ついてんだかついてないんだか。本当だよね。今思えば最初から何のことかわからないってずっと言ってたもんな。信じなくてすまない。別にいいのよ、あなたさえ無事なら。え？リクのパパだもの、何かあればあの子が悲しむ。あずさ、お前ほら急がなきゃ。ああ、とりあえず私の口座に戻してね。こっちから振り込みの手続きをするから。分かった。それと離婚だけど応じるわ。いいのか？リクのことは落ち着いたらゆっくり話し合いましょう。そうだな、今はとにかく問題を解決しないと。私がいい妻じゃなかったからあなたが浮気したんだと思う。私にも非があったと思うの。そう言ってもらえると助かるよ。幸せになってね。ありがとう。後日だ。嘘ぴょん、全部嘘だよ。誤送金も嘘、あれ全部私のお金。独身時代の貯金でコツコツ投資やって増やしたの。ヤクザとか全然関係ないし、全く無関係。そもそもヤクザは銀行口座作れないんだけどね。だいたいお前の浮気なんてとっくに気づいてたんだよ。さすがにお金取りくを取られるとは思わなかったけど、どっちも取り返せたからよしとするわ。あと慰謝料忘れてないよな。二人合わせて500万、リクを苦しめた分も上乗せしてあるからきっちり払えよ。あとは弁護士と話して、一切連絡してくるな。リクは二度とパパとあのおばあちゃんには会いたくないって言ってるし、
例の動画は警察に持っていく。二人仲良く捕まってしまえ。というラインを3日後に送ってブロックしました。3日間、ヤクザに怯えて暮らしてたと思うと、笑いが止まりません。二人は警察に逮捕されましたが、罰金刑となったようです。リクに怪我がなかったのだけが救いでした。浮気女には捨てられたようで、今は実家で義母と二人で暮らしているとか。跡取りを失ったショックで義母は寝込んでいるそうで、その看病で大変らしいです。私はリクと約束のアイスを食べに行きました。二人で毎日笑って過ごしています。離婚されたお姉ちゃん、お久しぶり。マリカ、嘘でしょ。嘘言ってどうすんのよ。私は本物のマリカです。3年前あんなことしておいてよく連絡できたわね。ああ、あの時はお姉ちゃんの旦那取っちゃってごめん。何よその謝り方、全然反省してないわね。だってしょうがないじゃん、お互い好きになっちゃったんだし。本当に？あなたは昔から人の彼氏を奪うのが趣味だったじゃない。そんなことないもん。好きになっちゃったのは向こうだし、私は何も悪くない。あんたが人の彼氏を散々誘惑してたって同じ学校の知り合いから聞いてたんだけど。彼女ちゃんの愚痴とか聞いてあげただけだよ。それだけでコロッと落ちちゃうなんて、可愛いって罪だね。今回だって付き合ってたわけじゃなくて、ただ私から旦那を奪いたかっただけでしょ。まあそうなるわね。人のものを奪うって結構楽しいもん。悪趣味ね、人の気持ちをもてあそんで何が楽しいんだか。ゆきおさんだってお姉ちゃんみたいなジミ子より私みたいに可愛い子といる方がいいに決まってるし。全然反省している様子がないわね。なんで私が反省？別に姉妹なんだからいいじゃん。一瞬でもあんたが自分の行いを詫びるために連絡してきたと思った私が愚かだったわ。で、要件は何？お姉ちゃんから奪った旦那と別れちゃった。だから子供連れて実家帰るから。は？別れたってなんで？結婚して子供産んでからお互い口喧嘩が絶えなくなっちゃって。ほら見なさい、役立ちで幸せになれることなんてなかったでしょ。うるさいな。とにかく子供の親権は私だし。でも一人で育てらんないから帰るってこと。ちょっと待って、いきなりそんなこと言われても私たちだって困るわよ。可愛い妹が困ってるのよ、助けなさいよ。あんたとは3年前に縁を切ったの。あれだけひどいことしておいて助けを求めるなんて虫が良すぎるわ。もう過ぎたことなんだしいいじゃない。そういう問題じゃないでしょ。それに私への慰謝料がまだ支払われてないんだけど。そんなことまだ引きずってるなんて器小さ。そんなんだから結婚できないんだよ。された側は一生心に傷が残るのよ。そんなの私の知ったこっちゃないわよ。とにかく実家帰るからパパとママに言っておいてね。私は宇佐美桃香、32歳、ウェブデザイナーとして在宅で仕事をしています。旦那の幸男とは両家のつてで知り合い結婚しました。しかし結婚から1年後幸男の浮気が発覚。相手はなんと私の妹であるマリカだったのです。当然私と両親は大激怒。しかしマリカとユキオ、そして義両親は全く悪びれる様子はありませんでした。それどころか私と両親をバカにする始末。そして両家の話し合いの末、私と両親はマリカとの縁を切り、二人に慰謝料請求を行いました。しかし彼らは支払うことなく駆け落ち同然で逃げてしまいました。駆け落ちされた当初は私たちは悔しくて仕方ありませんでしたが、時間が解決してくれました。それから3年後、音信不通となっていたマリカから突然連絡が。私もやっと忘れかけていた頃だったのに、妹のせいで嫌な記憶が蘇ってその夜は眠れませんでした。そしてこれが嵐の始まりになるとは、この時の私は知る由もありませんでした。1週間後。お姉ちゃん、荷物届いた？いきなり荷物を届けるなんてびっくりするじゃない。ああ、よかったよかった、届いたんだね。
こんな大きい荷物、しかも着払いってなんで私たちが払わなくちゃいけないのよ。家族なんだしいいじゃん。私あんま金ないし。引っ越し代金くらい自分で払えるでしょ。それに前にも言ったように家族との縁を切ったはずよね。確かにそう言ったけど、血のつながりは絶対に切れないんだってば。家族の誰かが困ってたら助けなきゃいけないんだよ。そのセリフあんたが言うことじゃないよね。お姉ちゃんが何言おうと私は助けてもらうのを諦めないから。そうやって昔からとことん自分を優先しないと気が済まなかったわよね。だって私は明るくて可愛いし、多少のわがままくらい許されるでしょ。ガリ弁ゲロブスなお姉ちゃんと違って。いい年したおばさんがそうやっていつまでもお姫様気質でいるなんて、ほんとあんたって体だけが成長した子供なのね。そんなこと言って本当はモテる私が羨ましいんでしょ。嫉妬は醜いよ。そう思うなら思ってれば。それよりこの大量の荷物どうしてくれるわけ。届いたんだからしょうがないじゃん。かなりの量だけど頑張って私の部屋に持って行ってね。どう見ても部屋に入りきる量じゃないでしょ。こんな量私たちだけでどうやって運べって言うのよ。お父さんお母さんだってもう年だし、私だって仕事があるのよ。そんなの知らないし。仕事なら休めばいいじゃん。それに引っ越し代金だって10万近くだったわよ。お金返してよ。そんなにかかったんだ、ごめん。それはそうと。何よ。私ゆきおさんと別れた後、既婚者の人とまた浮気しちゃったんだよね。なんだかもう驚こうにも驚けないわね。あんたならそういうことしそうだとなんとなく予想ついてたし。ひっどい。まあいいや。そのことで相手の奥さんに慰謝料請求されちゃったのよ。でも今はお金ないから支払いよろしくね。は？自分が撒いた種でしょ。自分で払いなさいよ。第一いくら請求されてるのよ。確か100万は超えてるかな。だから払えないの。お姉ちゃんたちなら支払えるでしょ。引っ越し代金を払わせた挙句、今度は慰謝料を肩代わりさせるつもり？ふざけないでよ。しょうがないじゃん、請求されちゃったんだし。あんたの事情なんて知らないわよ。絶対に払わないからね。奥さんがカンカンに怒っているから支払わないとやばいの。とにかく払わないと許さないからね。2週間後。お姉ちゃん、今日私そっち帰るからね。午後ぐらいには着くと思う。帰ってこなくていいわよ。てか戻っても無駄よ。戻るから子供もいるんだし。てなわけでパパとママにも伝えておいてね。残念だけど2人とももういないよ。もしかして出て行ったとか。冗談でしょ。お姉ちゃんたら面白い。本当よ。それに両親どころかもうあんたが帰る実家もないわよ。え、なんで。私たちもう違うところに引っ越したから。もう実家も売り払ったし。だったら証拠見せてよ。マジなの？信じてくれた？お姉ちゃん、私を困らせたくて合成した写真を送ったんでしょう。信じないならそれでもいいけど、今日どっちみち戻るんだから自分の目で確かめてみれば。本当に冗談じゃないの？本当だって。前々からこの家は売り払うことに決めてて、この2週間の間にもう引っ越しは済ませたわ。ふざけんな。私はどうなるのよ。知らないわよ。もう大人なんだから自分で住居は見つけられるでしょ。慰謝料は肩代わりしてくれるんでしょうね。するわけないでしょ。自分のことは自分で責任持ちなさいよ。そんな、支払うあてなんてないのに。知らないわよ。働けばいいでしょ。それに私の荷物はどうなったのよ。まさか捨てたんじゃないでしょうね。ええ、捨てたわよ。なんで捨てたのよ。だって私たちには必要ないものだったし。まあ正式には全部捨てたわけじゃなくて、まだ使えそうなものはリサイクルショップに売ったから。そんな、ひどいお姉ちゃん。その代わりあんたに請求する予定だった引っ越し代金はチャラにしてあげるんだから感謝しなさい。この薄情者、人手なし。薄情者で結構よ。私だって人間なの。自分の旦那と浮気した上に散々罵った相手を助けるほどお人よしじゃないから。だからって人のものを勝手に捨てたり売ったりするなんて非常識でしょ。非常識なのはどっちよ。浮気しておいて慰謝料も払わずに駆け落ちして
挙句の果てに引っ越し代金を払わせた上に、しかもまた浮気してその慰謝料を肩代わりさせようとするなんて、ああもうぐっちぐっちうるさ。分かったよ、謝ればいいんでしょ。ごめんなさい、反省してます。これでいいでしょ。よくないわよ、上辺だけの謝罪で私の心の傷は癒えることはないから。はあ、謝ってあげたじゃん、なんで許さないの。いや逆にこんな上から目線の謝罪でなんで許されると思ったの。全く反省しているようには見えないわ。それでも可愛い妹がわざわざ謝ってくれたことに対して何か思うところはあるでしょ。今さら謝られても遅いわよ。こうやって私が指摘しなければあんたは謝らなかったじゃない。それも薄っぺらい謝罪だし。黙れ、あんたみたいなジミ子が可愛い私にとやかく言うんじゃないわよ。あんたは言うことがなくなったらそれね。いい年こいてなんちゃいですか。うるさい、とにかく今はそんな話をしている場合じゃないでしょ。新しい住所を教えなさいよ。教えたらあんた私たちにお金をせびるじゃない。当たり前でしょ、相手の奥さんから慰謝料払わないと裁判って言われてるんだから。そうだったら必死で働かなきゃ。誰かに肩代わりしてもらうより自分でお金を稼いで返す方が相手に対しても誠実じゃないかしら。そんな言い方ないでしょ。ねえお姉ちゃん、必ず返すから肩代わりしてよ。私生活できなくなっちゃう。今まで甘えてたツケが返ってきたのよ。少しは世の中の厳しさを知った方があんたのためになるわ。そんな嫌だよお姉ちゃん、本当の本当にごめんなさい。いくらでも謝るから一生のお願い、助けてください。そんな塩らしくしたって無駄よ。それじゃあんたが心から反省するまでさようなら。後日談。その後マリカは実家に行ってみたものの本当に誰もいなかったため、再び私に助けてと連絡しましたが、自業自得だとだけ返し、あとは無視しました。しばらく経ってマリカは相手の奥さんへの慰謝料の支払いと子育てのために狭いアパートに住み、朝から晩まで働き詰めの日々を送っていたそうです。しかしハードな毎日に耐えられず、ストレスがたまる一方、ついに耐えられなくなったマリカは近くのコンビニで盗みを働き、今は塀の中で生活を送っているのだとか。そしてマリカの子供は私たちが育てることになりました。もしマリカが道を踏み外さなければ今頃家族の一員として過ごせていたのかと思うと、少しだけ気の毒ですが、自業自得なので罪はしっかりと償ってもらいたいものです。今は自然が豊かな土地に引っ越して家族4人で仲良く暮らしています。ステージ4で癌発覚とか一番最悪なタイミングだよな。本当よね、せめてもう少し早ければ。ちげえよ、そこまで進行してるなら発覚しないまま行けって話。はあ、入院だのなんだので金がかかってしゃあねえ。ちょっと人の母親に向かってなんてこと言うのよ。所詮他人だしな、俺は現実的にものを考えてるだけだ。私がこんなこと言うのもなんだけど、お母さんにはいろいろとよくしてもらったでしょ。記憶にねえな。例えば去年のあなたの誕生日だって腕時計をプレゼントしてくれたじゃない。あなたが好きなブランドまで調べてくれて。ああ、あれな、俺は最新モデルが欲しかったのに一つ前のやつを起こしやがって、マジリアクションに困ったわ。そんな言い方はないでしょ、お母さんなりにあなたを喜ばせようと思って選んでくれたんだから。そういうの嫌いなんだよな、何事も気持ちが大切的な。そんなもん1円にもならねえってのによ。もちろんお金も大事だけど、それ以外にも大切なものってあると思う。おいおい、道徳の授業ならよそでやってくれ。しかし最後の最後で面倒かけやがって。葬儀代なんかもうちが出すのか。まだお母さんは生きてるのよ、そんな話はやめてよ。ステージ4なら時間の問題だろ。そんなことないわ、治療続けて奇跡的に回復した例もあるみたいだし。は？まさかお前治療する気でいるわけ。何言ってんのよ、当たり前でしょ。お父さんを早くに失って、その上お母さんまでなんてとても耐えられないわ。ふざけんなよ、助かる見込みのないババアの治療費とか無駄だろ。さっさと行かせろ。
そんで早く保険金もらってこい。は？人の命を何だと思ってるの？大金つぎ込んで少しばかり延命させて何の意味があるんだ。医者だっていい迷惑だ。 1% でも回復の見込みがあるなら私はその手助けをしたい。たとえ助からなくても一日でも長く生きていてほしいの。綺麗事言うな。そんなもんお前のエゴだろ。だいたい本人はそれを望んでるのかよ。どういう意味？早く行きたいって思ってんじゃねえの。勝手なこと言わないで。お母さんは私に頑張って病気と戦うって言ってくれた。うーわ、めんどくさ。どうせ戦ったって負けるんだからさっさとギブアップしてくれよ。とにかく私は全力でお母さんをサポートするから、治療費だって私が全部出せば問題ないでしょ。お前にそんな金あんのか？これでも正社員としてずっとやってきたから多少の蓄えはあるわ。あ、そう。でもダメだ。は？俺とお前は夫婦なんだぞ。お前の金は家の金、家の金は夫である俺の金だ。どういう理屈よそれ。だから勝手な真似は許さん。もし治療を続けるなら離婚だからな。ちょっと待って、なんで急に離婚だなんて言葉が出てくるの？家の金をドブに捨てる嫁と誰が一緒にいたいと思う？少しは冷静に考えろ。あなたこそ冷静になってよ。私はただ実の母親を助けようとしてるだけなのよ。どうせ金が足りなくなったら俺に泣きつくつもりだろ。俺の親にも迷惑かけるか？そんなことしないわ。私が最後まで責任を持つ。言っておくが、離婚ってのは脅しじゃないからな。俺の言葉を軽く見るなよ。私はお母さんを助けたい。ただそれだけよ。忠告はした。話は以上だ。私は里美、32歳の兼業主婦です。夫の健二とは1年前に結婚し、お互い正社員として働いています。決して夫婦円満とは言えない中ですが、互いに忙しいことを考えればこれくらいがちょうどいい距離感なのかと思い、これまでの夫婦生活を送ってきました。ところが先日、母親の末期がんが発覚した際、あまりにお金のことばかり心配する夫を見て愕然としました。もともとお金に対してがめつい部分はあったのですが、まさか治療するなら離婚するとまで言われるなんて。こんな人とはこの先やっていけないかもしれない。私はそんな不安に襲われましたが、夫はさらに最低な行動に出たのです。1週間後。ねえあなた、引き出しの一番上に入れておいた封筒知らない？ああ、あの50万円か。どうせまた治療費に使うつもりだったんだろ。無駄だから俺が使ってやった。え、嘘でしょ。あれだけ言ったのに証拠りもなく無駄金使ってるからだよ。あれはお母さんの大事な入院費なのよ。すぐに返して。だから使ったって言っただろ。もう手元には1円も残ってねえよ。50万円よ。一体何に使ったっていうの？可愛い後輩たちにキャバクラおごってやった。あいつらもストレス溜まってるからな。そんなことのためにあの大切なお金を。信じられない。おい、先短いババアより未来ある若者のために使った方が金だって喜ぶだろ。いい加減にしてよ。あなたのやってることはただの泥棒よ。家の金をドブに捨てるのだってある意味泥棒みたいなもんだろ。私のしてることがそんなに理解できない？あなたの親が同じ目にあったらどう思うの？自分の親と人んちのババアを比べられてもな。それより引き出しの中よく見たか？え？封筒の下に紙が置いてあっただろ。何よこれ、離婚届？しかもあなたの名前が記入してある。どうせ離婚は脅しだと思ってるから治療なんて続けてんだろ。俺は本気って証拠だ。人のお金を勝手に使って代わりにこんなものまでよこして、あなたには良心ってものがないわけ？おいおい、俺に説教なんて100年早えぞ。一体誰のおかげで生活ができてると思ってるんだ？は？生意気な口を叩く暇があったらさっさとババアを行かせてこい。保険料入ったらまたキャバクラおごるって後輩に言ってあるからよ。お母さんの病気のことを会社の人たちにベラベラ喋ったの？嫁が意味不明な行動してるってこともな。どこまでも最低ね。
結婚した当初はそんなんじゃなかったのに。なんだよ、変わったとでも言うつもりか。いいえ、それがあなたの本性だったのねってこと。俺は何も変わってねえ。お前のババアがクソなタイミングで倒れたことと、お前が無駄金使ってることにイラついてるだけだ。もういいわ、よくわかった。は？何が？これ以上あなたと話しても時間の無駄だってこと。そりゃこっちのセリフだ。二度と同じこと言わせんなよ。それじゃあ。数日後。おい、病院にいるのか？そうだけど。さっさと戻ってきて晩飯作れ。こっちは腹ペコなんだよ。風呂もすぐに沸かせ。なんで私に言うの？自分でやればいいじゃない。なんだと？ああ、それから今日帰ってきたらカード類と通帳はすべて俺に渡せよ。どうしてそんなことしなくちゃならないのかしら。これ以上の無駄金はマジで我慢ならねえんだよ。これじゃせっかく保険金が入っても赤字になっちまう。またそんなクズ発言して。本当にお金のことしか頭にないのね。お金にはだらしないくせに。さっきから何なんだその態度は。いいから俺の言う通りにしろ。意味がわからない。どうして他人のあなたにそんなこと言われなきゃならないの？何を言ってんだ。もう離婚届出してきた。は？だから私たちはもう他人なのよ。あなたに命令される筋合いなんてどこにもない。いや、冗談だよな。そう思うなら引き出しの中見てみたら。はない。お前本当に出したのか。嘘だと思うなら役所にでも何でも確認して。マジかよ、何考えてんだお前。ご丁寧に名前まで記入して渡してきたのはあなたでしょ。おかげで手間が省けたわ。だからって本当に出すやつがあるか。一体何を焦ってるの。これがあなたの望んだ結果でしょ。俺は現実を見てさっさと保険金をもらってこいと言っただけだ。まさか本当に離婚を選択するなんて。私がお母さんを見捨てるはずないじゃない。もう知らん。お前がこんなに頭の悪い女だとは思いもしなかった。もう勝手にしろ。あなたに言われなくてもそうさせてもらうわよ。後で泣きついてきても知らないからな。私があなたに？ああ笑える。まだそんなこと言ってるんだ。なんだと？泣きつく可能性があるのはあなたの方だと思うけど。一体何を言ってる。人の心配より自分の心配しなさいってこと。来月からどうやって生活していくつもりなの？は？どうもこうも今まで通り生活していくだけだ。光熱費が浮く分助かるな。本当に何も把握してないんだから。家のことは全部私に任せっきりだったもんね。なんだよ、どういう意味だ。あのね、家の家賃やら光熱費やらってどこから出てたと思う？そんなの俺の給料からに決まってるだろ。そんなわけないでしょ。あんたの給料なんてクレカの支払いで全部消えてるわよ。なんだって。あんたってさ、何も考えずに飲み会やら買い物やらでカード使いまくってるでしょ。いや、それは。自分の収入と支出をちゃんと計算したことが一度でもある？クレジットカードを金のなる木か何かと勘違いしてるんじゃない？何が言いたいんだよ。俺は自分の給料以上に金を使ってたってことか。その質問間抜けすぎるって。ひょっとして分割払いやリボ払いなんかも使ってる？ああ。じゃあ給料が消えるだけじゃなく、まだまだ相当な支払いが残ってるでしょうね。そんな、なら家の生活費はどうしてたんだ。まさかお前が？そうよ、この家を支えていたのは私。そんなことって。まだ子供もいないし、今くらいは自由にさせてあげてもいいかなって思ってたの。一応あなたが自分で稼いだお金だしね。そうだったのか。でもあなたは私が自分のお金で母の治療をすることさえ許してくれなかった。本当にがっかりだわ。それはあなたの本性がこんなだって知ってたら結婚なんかしなかったのに。私もまだまだ人を見る目がないわね。里美、あのさ。でも子供が生まれる前だったからセーフとするか。お前がいなくなったら俺は来月からどうなるんだ。さあ、とりあえず給料はクレカの支払いで消えちゃうだろうから、アルバイトでもしたら。家賃滞納すると本当に追い出されちゃうわよ。バイトなんてできるか。それにうちの会社は副業禁止なんだよ。
知らないわよそんなの。頼むさとみ、俺は何も知らなかったんだ、許してくれ。は？何を今さら。あ、そうだ、これからは俺もお母さんの見舞いに行ったりするよ。だから離婚は考え直してくれ。やめてよ、あんたなんかがお見舞いに来たら癌細胞が繁殖しちゃうわ。それに言ったでしょ、もう離婚届は提出したの。そんな。もうこの話はおしまい。それで今後の話なんだけど。え？あなたが勝手に使い込んだ50万円、それからさっさと行かせろとかの高圧的な発言の数々、これらは全部弁護士に相談させてもらうから。それってつまり慰謝料も損害賠償も請求するってことよ。あなたがどれほどの支払いに追われていようがね。そんな、待ってくれよ。それからあなたの言動は全てあなたの親に報告させてもらう。は？離婚したんだもん、挨拶くらいはしないと失礼でしょ。ふざけんなよ。自分の子供が命よりもお金を大切にするクズだと知ったら親はどう思うでしょうね。俺が悪かったって勘弁してくれよ。じゃ、話は以上、今までお世話になりました。さとみ！後日談。その後全ての事情を知った義両親はケンジと絶縁。頼れるものもなく首が回らなくなったケンジは家賃を滞納し家を追い出されました。全ての財産を失った彼は寝カフェに寝泊まりしながら通勤していたそうですが、その噂はすぐに社内で広まり、居心地の悪くなった彼は結局会社を去ったそうです。今はアルバイトをしながらギリギリの生活を送っているそうですが、もちろん慰謝料と治療費の使い込み分はきっちり請求しました。一方の母の容態は一進一退の状態が続いています。いつどうなるかわからない状況ではありますが、奇跡的に回復することを祈りながら母と過ごせる一日一日を大切に生きていきたいと思います。今日から姉ちゃんと同居するからな。お姉さんと？急になんで？離婚したんだよ。理由は？そんなもん知らねえよ。家族なのに気にならないの？理由なんてどうでもいい。それより姉ちゃんはクソ旦那にいきなり家を追い出されて大変な状況なんだ。あの旦那さんが？ああ、親戚の集まりで見かけた時は温厚そうに見えたけどな。人は見かけによらないからな。なんかびっくりだわ。ってことだから今晩から晩飯は3人分用意するように。ちょっと待って、お父さんたちはこのこと知ってるの？親には言えるわけねえだろ。どうして？離婚ってのが親父はどうも嫌いでな。それで言いにくいのね。そういうことだ。でも今日からっていきなり言われても困るんだけど。今から帰ってきて姉さんが住めるように完璧に準備しろ。私仕事中なんだけど。 LINE の返信ができるなら帰る暇くらいあるだろ。今はお昼休憩なの。じゃあ休憩の合間に帰れ。私の仕事わかってる？看護師だろ。患者さんに何かあれば休憩中でも動かないといけないことだってあるのよ。医者がいれば問題ないだろうが。看護師だって必要です。医者の手伝い程度の仕事しかしてないくせに。私の仕事をバカにしないで。いい加減にしないとさすがに怒るわよ。うるせえな。こんなひどいこと言う人だったなんて幻滅した。俺に向かって上から目線で物を言うのはやめろ。次期社長なんだぞ。お父さんの会社で雇ってもらってるだけでしょ。俺は長男なんだぜ。最終的には社長の席に着くと生まれた時から決まってる。あっそ。でもサボるのはやめなよ。あ？この前義実家に行った時お父さんが言ってたよ。無断欠勤と遅刻が多くて本当に困ってるって。俺は次期社長なんだし多少のサボりくらい多めに見ろよな。そういう問題じゃないと思うんだけど。てか話そらずな。姉さんのこと頼んだぞ。とりあえずお姉さん本人に連絡してみる。なんでだよ。一時的にうちに泊まるとかならわかるけど、あなたが言ってるのは同居でしょ。それがどうした？これから先もずっと一緒に住むとなればやっぱりいろいろと話しておきたいことはあるし。俺がローン払ってる家なんだからお前に文句言われる筋合いはない。意味不明。家の購入だってほとんど私任せだったくせに。契約書には全部俺がサインしてやったじゃねえか。なら俺の家で間違いないだろ。とにかく私もあの家に住んでいるの。同居についてだって意見する権利はあるわ。
お姉さんとの話がまとまったらまた連絡する。同居は確定。姉さんに失礼なこと言ったらただじゃおかねえからな。私の名前は真宙、35歳の看護師です。今話をしていたのは5歳年上の夫ひろし。4年前に私が働く病院に夫が入院してきたのが私たちの出会いでした。夫からの猛アプローチを受け交際がスタート。2年前に結婚しました。しかしここ最近なぜか私に対して高圧的な態度で接するのです。しかも妙に帰りも遅いし、そんな中で急に言い始めた今回のお姉さん同居には驚きました。面倒くさい気持ちを抑えてお姉さんに LINE を送ったのですが、想像の斜め上を行く返答に私は驚愕することになるのです。数分後。お久しぶりです。同居の件ヒロシから聞きました。急で悪いわね。これからよろしく。なんでうちに同居なんですか？一時的に寝泊まりをして落ち着いたら出ていくというのはダメなんでしょうか？私を追い出すつもりなの？なんて薄情な女。そうではなくて、住む場所もなく大変な思いをしているのは重々承知しています。ただ今日から同居と言われても困ると言いますか、弟の家に実の姉が住むのはおかしなことじゃないわよね。ですが急すぎですし、お姉さんの荷物の置き場や生活スペースも今の段階ではないんですよ。じゃあこの際断捨離して整理整頓でもしたら？簡単に言わないでくださいよ。そもそも事前の相談もなしで同居なんてはっきり言って非常識だと思います。はあ？急な離婚だったとはいえ、お子さんがいらっしゃるわけでも、ご病気で一人で生活するのが困難というわけでもないですよね。だから同居は無理って言いたいの？一時的に家に住んで、その間に仕事を決めたり住居を探すなどするのはお姉さんにもできますよね。私は45歳なのよ。結婚してからずっと働いてなかったのに今さら仕事なんて無理。パート程度でもいいので働いたらどうですか？偉そうな態度で何よ。ヒロシの稼ぎで優雅に生活してる人に言われたくないわ。私も働いてますよ。ヒロシは次期社長よ。立場が違うでしょ。いい加減にしてください。これじゃ悪態をつくなら家には一歩も入れませんよ。そんなこと言われても私はもう家にお邪魔してるのよ。え？実はヒロシから鍵を預かったの。荷物も運び入れたから認めないって今さら言っても無駄よ。勝手なこと。しかし真宙さんは生意気の人ね。そうだ、ヒロシからも許可もらってるし、あれを実行しようかしら。え？ヒロシから言われてたのよ。真宙さんが同居を拒んだら天罰を下してもいいって。何をする気です？まずはあなたのクローゼット私に譲ってもらうかしらね。勝手なことはやめてください。ヒロシに養ってもらってるくせに随分服が多いのね。全部リサイクルショップ行きね。泥棒みたいな真似しないでください。うるさい。あんたが逆らったのがそもそも悪いんじゃない。バッグも靴もこんなにたくさん。使えるものはもらって、いらないものは売り払いましょう。お願いです。私のものに触れないで。あ、家の鍵も買えるから。は？ヒロシはちゃんと家に入れてあげるから、その点は安心してちょうだい。私も入れてくださいよ。心からの謝罪と土下座をしてくれたら入れてあげてもいいわよ。それじゃ待ってるわね。次の日、離婚してください。家に帰ってこないと思ったら何アホなこと言ってんだ。お姉さんが家に入れてくれなかったのよ。鍵も変わってたし。ああ、確か土下座すれば許してやる的なことをお姉ちゃん言ってたな。なら謝罪しなかったお前が悪い。お姉さんの身勝手な行動でどれだけ私が迷惑したか。あ、そう。仕事の合間に片っ端から買取店に電話しまくって、お姉さんが勝手に私物を売ってないか聞いて回ったんだからね。へえ。お店が見つかった時にはもう買取跡だったけど、事情を説明したら返してもらえることになったわ。帰ってきたならいいじゃん。文句言う必要なくね。もう限界。あなたとは別れるし、お姉さんにも反省してもらうから。その前に謝罪しろ。は？お前、うちにまだ私物や通帳も残ってんだぞ。家に入れなかったら
それを手放すことになるけど、いいのか？私のものを人質に取るつもりね。姉ちゃんも謝罪の言葉が聞きたいってさ。今から LINE に入れるから、ちょっと待って。早く謝罪と土下座写真を送りなさい。それはお姉さんがしてください。なんですって？私の私物を勝手に売るなんて、いくら家族でもやったらアウトですよ。それはあなたがあまりにも生意気な態度を取ったからでしょ。嫁いできた分際で偉そうにしないでくれるかしら。そうだそうだ、さっきも言ったけど私は離婚する気でいるの。そんなにその家で兄弟仲良く住みたいのなら、どうぞご自由に。俺もお前とは別れたいと思ってたんだ。姉ちゃんと一緒の方が気楽でちょうどいいや。これから二人で仲良く支え合いながら生きていきましょう。真宙さんから謝罪がないのはとても残念だけど、ま、今回は多めに見てあげる。それはどうも。俺の稼ぎさえあれば生活も余裕だから何も心配いらねえぜ。本当に自分の稼ぎだけで生活するつもり？当たり前だ。俺は次期社長だぞ。ローンも生活費も余裕だぜ。手取り8万で？ローンだけで月10万もするのに、マジで払えると思ってんの？は？家計は私が管理してたし、細かいことを知らないとかなら理解はできるんだけど、給料の額はさすがにあなたも知ってるでしょ。そんなわけないだろ。何言ってんだ。80万の間違いじゃないの？そうだよ。そもそも月8万ならローン審査通らないだろ。家の購入時にはまだ正社員で給料も固定給だったでしょ。だから審査には通ったの。給料が下がったのはその後すぐだよ。でも今まで支払いは問題なくできてたのよね。だったらその金額はおかしいと思うけど。給料明細の写真を送りましょうか。間違いなく手取り8万って書いてありますので。嘘だろ。ヒロシ、あんた一体どういうこと？てかヒロシはなんでこんなに給料が下がったのか知ってるでしょ。わかんねえよ。去年正社員から時給900円のアルバイトに降格になったじゃん。あんたバイトなの？てかあんた自分の通帳に毎月給与8万振り込まれてたよね。確認してたんじゃないの？あれは俺の小遣いで、残りは親父が気を使って真宙に直接渡してたのかと。そんな意味不明なシステムないわ。どういう思考回路してんのよ。でも俺は次期社長だし、特例とかそういうのがあるのかなって思ったんだよ。何言ってんの？仕事もろくにしないからお父さんがブチ切れて降格になったんでしょ。でも俺長男だし。前に少し聞いたけど、このまま不真面目な態度が続くのなら後を継がせるつもりはないって私は聞いたよ。ありえねえだろ。男兄弟は他にいないのに。後継ぎは身内じゃなきゃダメって法律はないからね。そんな。ちょっとヒロシ、あんた話が違うじゃない。姉ちゃんごめん。あんたが金持ってるって言ったから協力してやったのに。協力？何の話です？姉ちゃん余計なこと言うなよ。真宙さんと別れたかったんでしょ。私への報酬はどうなるのよ。ここまでやったのに。あーストップ。姉ちゃん何隠してるんだよ。全部吐け。ゴミヒロシ。隠してるとかそういうのじゃなくて、まああれだ、俺もいろいろ誤解してた。また一からやり直そう。は？だから離婚はなし。姉ちゃんも大人なんだから離婚後の生活は自分で何とかしなよ。は？あんたふざけてんの？私が同居するって言えば嫁は勝手に出ていくから、そしたら浮気相手と再婚できるって言ってたじゃん。何の話かな。姉ちゃんやめてくれ。ちょうど私も浮気して離婚に慰謝料請求までされて大変な時だったし、あんたが報酬をくれるって言うからこの計画に乗ったのに。もらえるはずだった500万はどうなるか説明しなさい。その話はまた今度。ここでしちゃまずいから。大体は理解した。つまりあんたは浮気しててその子と再婚したいから、私が勝手に出ていくようにお姉さんに協力させて同居騒動をでっち上げたと。それは確かに同居騒動が起こってからはあなたに幻滅したし、離婚する決意がついた。私はまんまとあんたたちの計画に乗せられてたのね。忘れてくれ頼む。忘れられるか。
しかもお姉さんへ報酬500万をあげる約束を捨てただなんて、どこにそんなお金があるのよ。お前の通帳に500万入ってたから。まさか私の貯金を渡すつもりだったの？俺が稼いだお金だと思ったから、離婚時にはもらえるものかと。あれは私が独身時代にコツコツ貯めてた貯金よ。婚姻前の財産は財産分与の対象外でもあるから、1円もあなたには渡せません。マジかよ。じゃあ他の貯金は？あんたが8万を小遣いと勘違いしたせいで、生活費は1円も入れてなかったでしょ。まあそうだけど。ローンは月10万、光熱費に食費、その他の出費の数々、全部私の給料で支払っていたからね。貯金なんてする余裕なかったわ。そんな。私に謝罪を要求してきたけど、今はこっちが謝罪してほしいわ。浮気してそれを隠すためにこんなことまでして。あんたたち最低ね。謝罪のくだりは悪ノリで、なんか優位に立った気分になっちゃってさ。言いたいことは山ほどあるけど、話が進まないから本題に入るわね。離婚は確定。ヒロシは浮気してたのなら慰謝料を請求します。金を要求するのが当たり前でしょ。それからさっきから黙っちゃってるお姉さん、見えてますか？私はもう関係ないでしょ。離婚云々は夫婦の問題だし。大切なことをお忘れですよ。お姉さんは私の私物を勝手に売った罪があります。そんな大げさな。明日までに買取店に買取金額の20万円を返金しなければ被害届を提出するそうです。え？私も私物を返還してもらうためにすでに警察に相談させてもらってます。前科持ちになりたくないのであればきちんとお金を返してくださいね。この20万を返しちゃったら私一文なしなのよ。離婚時に財産分与はもらわなかったんですか？私の取り分は慰謝料の支払いに当てたわよ。でもまだ100万足りなくて、だからヒロシからの報酬が私にとっては重要だったのに。義両親はいい人なのに、どうしてこの兄弟は性格が腐ったんでしょうね。もうこうなったら親父たちに頼るしか。浮気したってことは言わなければまだどうにかなるはず。あれ、お父さんは確か離婚欲を持っていないんですよね。離婚話がダブルできたらお父さんブチ切れません？まあそれはいろいろとごまかして。今お父さんに聞きました。離婚するのは構わないけど、浮気なんて人を裏切る行為だけは俺は絶対に許さないと言ってますよ。え、親父に聞いた？住む場所を失ったので昨日から義実家にお邪魔してるんです。嘘でしょ？マジかよ。 LINE のやり取りは一部始終、お父さんも見てたわよ。親父、違うんだ、これには訳が。お前は会社をクビにするだってさ。それはやりすぎだろ。そもそも無断欠勤や遅刻も多くて、定時前に帰るのは日常茶飯事。何度注意しても聞く耳を持たない。従業員なんていらないとお父さんは言ってます。ああ、無職とか絶対アンナちゃんに振られる。浮気相手はアンナちゃんね。いい自白をありがとう。その女にも慰謝料請求するわ。アンナちゃんだけはやめて、俺のこと独身だと思ってんだよ。最低。私は実家に帰ってもいいのでしょうか？お前たちとは絶縁だ。二人ともうちの敷居をまたぐな、だそうです。そんな、あんまりよ。何でもするから許して。離婚については弁護士にも相談するから、それから後日改めて私物は取りに帰ります。私今猛烈にブチ切れてて、何するかわからない状態なので、家に入れなかったらどうなるかきちんと考えた上で行動してね。落ち着け、ちゃんと家には入れるから。まひろさん、恐ろしい。それではひろしは慰謝料、お姉さんは買取金の返金、よろしくお願いしますね。後日だ。そして数日後、私と夫は無事離婚、慰謝料も借金をさせて一括で支払ってもらいました。そして例のアンナちゃんには当然振られたようです。そしてお姉さんも買取金額を返金し、一文なしに。元旦那さんから慰謝料の支払いの催促もあり、こちらも借金をして支払ったらしいです。今は二人であの家に住んでいるみたいなのですが、ローンの支払いに
もろもろの生活費などがかかるので、バイトを掛け持ちしてなんとか生活をしているみたいです。義両親から聞いた話では、借金返済が滞ることもよくあるらしく、完済までまだまだ時間がかかりそうとのことです。私の短い結婚生活は最悪なものでしたが、元夫と義子には天罰を下すことができたので気持ちはすっきりしています。当分は独身生活を謳歌して自由に生活したいと思います。